こんにちは、カッパのフロントエンドウェブデベロッパーのカラベクマと申しまーす。やっほーやっほー、ヒカルさん、クソリさん、チャーハンさん、グルズリクさん、大輝ありがとう。これチャーハンさん初見ですって書いてあるけど、これ実はハンバーグさんじゃないか。あれ、チャーハンさん本当に初見さんかな。最近なんか初見ですっていう方が多いので疑いの目が。コメクマありがとうございます。というわけで本日はまったりこの年末をどうやって過ごそうかなという話をしていこうと思っております。本当にチャーハンさん初見さんかな。なんかアイコンが似てる。初見さんだったらチャンネル登録ありがとう。よかったら高評価も押していただけると。レンチがついている人が初見ですって言うている。今日はねちょっといろいろ久しぶりにお酒飲もうかなと思っておつまみを大量に買ってきました。キュウリもあるぞ、キュウリ。なので皆さんもねぜひぜひいい感じに、なんだ、作業用 BGM とかにしていただければいいかなと思うんですが、今手元に用意していたはずのペンが、あった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 、あ、そうだ、お酒を入れますね。ちょっとなんかね、新しい瓶のやつを開けるから、ぜひね、それを、音をね、皆さんにお届けしたい。音をお届けしたい、そういうことです。いっぱい同じお酒の瓶を持ってるんだけど、久しぶりに新しいね、瓶を開けますので。いくぞー。ということです。いやマジでさ、梅酒のボトルの、これ梅酒なんだけど、梅酒のボトルの最初の一杯の音最高なんだよね。うん。Oh, Nemi, welcome to my stream. Oh, ASMR, exactly. It is ASMR. Are you like it? Do you like it? ジャーキーとほろ酔い、ジャーキーとほろ酔いではない。あ、シノさんこんばんは、来てくれてありがとう。よかったらゆっくりしてってね。あ、夜桜草太さんと、かつ武神良太さん、元井上野裕二さん、こんにちは、来てくれてありがとう。 I do satisfying sound at satisfying。 初めて聞く単語だ、これなんて読むんだろう。検索、満足、あ、サティスファイティングか、サティスファイ、あ、はい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 、遊戯王で聞いたことある。チャオさん今度スズメの戸締まり見てくる。あ、いいね、ちょっとそれも見ようと思ってたんだ。ちょっとメモの、ここね実はね書けるんです、書けるので。映画見るって入れとこ、映画見ると。そうなんだよな、だから年末っていつもさ気がついたら終わってるから。うん、お、明日スプラかポケモン、マリカ、明日は土曜日だから明日はねスプラとポケモン両方かな。マリカいつだったっけな、ちょ、ごめんね、スケジュール覚えてないマン。霧雨が降る森のね時間を変えたんだよね、実は。本当はね、あ、ちょっと回数としなかった、やった。本当は昨日か昨日霧雨やろうかなと思ってたんだけど、スケジュール変えてて、あ、日曜日にねマリオカートやる、土曜日が、明日がスプラとポケモンで、日曜日がマリオカートで、月曜日が霧雨の降る森の続きをやろうと思ってますね。うん、そう、スプラはビッグランやろうと思ってるよ。クリンチャンネルさんこんばんは、来てくれてありがとう。いやいやいや、そういえばヒカルさんが一番最初に VTuber になる方法って何ですかって質問してくれてたんだけど、あとた、あのフォトナーのねランキングおめでとう。クルズニックさんも、アーマードコア新作おめでとう。ヒカルさんの VTuber になる方法って何ですかっていうのはね、結構いろいろ、なんだろうな、方法があって、まあ、カッパの前は全部自分で用意したんだけど、まあ、基本的には、基本的にはお金を集めることですかね。うん。お金さえあれば、なれる。お金がないなら、絵を頑張るのとライブ 2D モデリングを頑張るっていうね、努力が必要ですね。うん、ビッグランみんなでしょね、ビッグラン何をさするのか分かってないんだけど、ビッグランはサムランは飽きるからやってない。サムラン難しいよね、
全然勝てないからほぼやってないや。うんうん。お、一発スキルリンクおめでとう。パルシェンはね、スキルリンクでこそ光るからね。うん。いや、キュウリはね、ちょっとめたく感じる人もいるかもしれないけど、キュウリは本当に好きなのね。本当にってなんだよって感じだけど、キュウリは本当に好きで、よくキュウリの浅漬けが、あの漬物売り場にね 10% オフとかでいっぱい死ぬほど並んでるんだけど、それを大量に買ってきて1日で何袋も食べるみたいなことをしてて、最近あんまり出かけることもなくなっちゃったから食べてなかったんだけど、やっぱ久しぶりに食べると美味しいね、キュウリはね。ポヨピーさんはこう、ありがとう、来てくれてありがとう、よかったね、ゆっくりしてってね。キュウリが好きだからカッパ、まあまあそれもあるね。まあなんか別の言い方をしようとすると、なんか妖怪が良かったんですよね。それは言っていいのかみたいなところがあるけど、僕はファッションキュウリアではないぞという、そうそういうことですね。ヒカルさん、大人とやって、あれ、オッケー、やるやるやる、今月やれるかわかんないけどね。うん、フォートナイトはね、絶対配信やるから待っててね。キュウリのぬか漬け、キュウリぬか漬けも美味しいよね。キュウリの素晴らしいところはね、何にしても美味しいというところです。うん、焼きキュウリって食べたことないけどね、串に刺して漬けて、串に刺して食べるだけでも美味しいし、塩つけるだけでも美味しいし、マヨネーズだけでも味噌だけでも美味しいしね、なんでも美味しい。でもキュウリ水分しかないよ。水分しかなくても美味しいんだ。水飲むでしょ、だって。あれ水しかないよ。でも水でしょ。そういうことよ。歯ごたえがあっていろんな調味料に合う水って考えたらすごくない、キュウリってね。お酒飲んでるからチェイサーとしてのキュウリ。確かに水だからね、ほぼ水だから。あー、五臓六腑に染み渡るお酒が。で、ポケモンどこまで進んだ？ポケモンはね、ルートは全部終わってて、2周目のチム戦も終わって、学校最強大会も終わってって感じだから、もうレイド戦とかやろうかなって。あの、何、バトルするためのポケモンの育成を始めてるというくらいですね。僕バーベキューでふざけてキュウリ丸ごと板に乗っけたら水分なくなってシワシワになったよ。かわいそうなことするんじゃないよ。キュウリのいいところを全部失わせるなんて。視聴者参加型対戦会やな。そうだね、あの明日はスプラトゥーンのなんだっけ、ビッグランの参加型をやった後に、ま、夜にポケモンの参加型やろうかなと思って、どっちを先にするかちょっとまだ決めてないんだけど、あのね、皆さんで一緒にできるようにしようと思ったので、お楽しみにという感じですが、買ってきたイカの、イカじゃない、ホタルイカのお気づけが開かないんだけど、これどうして、開けるところがわからない。これどうやって開けられるんだろう。開け、開け。でこういうやつってさ、失敗するとビシャーってなるんだよ。痛い。スプラ2ならいけるよ。残念、3なんだ。っていうかカッパは3からしかやった、あ、いた、3からしかやったことないから。2ってさ、ローディングが長かったりなんちゃらかんちゃらみたいないろんな噂を聞いたけど、今でも2やってる人ってたくさんいるっぽいよね、やっぱね。スプラトゥーン3やっててもさ、よっこらせー、よっこらせ、2やってますって看板ぶら下げてる人結構いるもんね。あれ、どっちの箸が取る用の箸だっけ、わかんなくなっちゃった。これ取る用の箸、これ取る用の箸、これ食べた用の箸、わかんなくなっちゃった。新しい箸を開けよう。カッパはもう割り箸で生きてるからね。てかエクマさん、顔出ししないの？してるよ。画面を見ていないのか。ここに力いっぱい顔出ししてるやろか。というわけで、ホタルのお気づけを食べます。食べる分だけお皿に移そうね。配信してたらね、多分半分以上余るから、よいしょっと、はい、オッケー。ホタルイカも美味しいのよ。ホタルイカ自分で買ってきて目玉とか処理して食べるくらいには好きなんだけど、今日はそんな時間ないから、もう出来合いのやつを買ってきました。
箸が分からなくなったら人類には手がある。ホタルのお気づけの元のケースから手で取るの、それはなかなかハードだね。あー美味しいね。なんか今日顔がスピードよく動くかな、多分なんか読み込みがミスってるんだろうな。うん、なんか時々ね過敏に反応するんだよね。今日はそんな、あ、ほら顔がカクカクするから今日はね何かおかしい日ですね。うん、普通の時はねこんなにちょっと動いただけでここまで動かないから。あ、はっぱさんこんばんは。今週もお疲れ様です。ありがとうございます。はっぱさんもお疲れ様です。皆さんお仕事はいかがですか。そういえばね、お疲れ様ですって思い出してましたけど、今年って何日からお休みなんだろう。年末のお休みってさ年によって違うよね。今年カッパは29までお仕事らしいんだけど、もう最後の週全部有給で潰そうかなと思っていたりします。うん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 。ほんで冬コミね、冬コミね。うん、そう冬コミに行くって書いとこ。冬じゃない、久しくなっちゃった。冬コミ行く。うん、今年の年末は冬コミ。メンバーシップ作ってください。メンバーシップは作りたいね。うん、メンバーシップ作るためにはさ1000人の登録者の方が必要なんですよね。あー、まばたきしないはさんこんばんは、来てくれてありがとう。もう名前が毎回違う。おつえくま、おつえくま。おつえくま時代のお久しぶりです。いかがお過ごしですか。この年末もうすっかり寒くなっちゃいましたけどね。ついこの間毛布をしまったばっかりだと思ってたのにまた出さなきゃいけなくなっちゃって、山の方は山でねお過ごしなんですよね。まばたきしない派さんはね、うん、今年はまだ雪降ってないですかね、そちらの方は。あと少しで500人ですよね。本当にありがたいことにあと少しで500人。2023年中にはさどれくらい行くんだろうね。2ヶ月とかで100人増えたらいいなって感じだから。栗本さんこんばんは、来てくれてありがとう。そうだよ、もう500人だよ。まばたきしない派さんが見てくれた時ってどれくらい、50人とかそんな時だったよね確かね。いやー意外と お付き合いが長いですね。1年以上経ちましたか。もういや活動してから1年半だから1年、あでもそれくらいか。えもありがとうございます。皆様のおかげでね無事に活躍しております。マイペースにね。今だってあの時ってさ本当に社畜の極みだったから、毎日朝起きて仕事に行って終電で帰ってきてちょっとだけ寝てすぐ会社行ってを繰り返してたからさ、土日の片方しか配信してなかったのに今収録で配信してるからね、すごいよね。収録以上で配信、何週に6回以上で配信しようと思っていた時期があるんだけど、ちょっとそれはねさすがに時間なくなっちゃったからツイッチのゲリラはね少なくなっちゃったんだけど。抱負って何、抱負っていうのは、まあ、来年はこういう風に頑張っていくぞ、こうなりたいなみたいな、これは絶対やるぞっていう意思表明というか気合とかそういうことですね。うん、クルムトさんは例えばなんだろうな、来年は水泳のあれこれをどうするぞとか、ピアノのこの曲弾けるようになるぞとか、そういうことかな。うん、幸せになったのね。幸せになりました。エクマさんの抱負は、そう、それをねちょっと決めようかなと思っているんですけど、まあ、やっぱアナリティクスを見るにね2ヶ月くらいで100人以上増えているので、ということはそのペースが維持できたら、でもここ最近ね参加型でガンってきただけだからそれがキープできるかわかんないんだけど、それができたらまあ来年1000人いけたらいいなとは思ってるんですけどね。うん、来年の漢字なら決まってる。お、来年の漢字は何ですか、栗本さんの。気になるな。カッパの来年の漢字、来年の漢字も決めよっか。ちょっとメモろ。来年の漢字、
漢字来年の漢字何にするか。来年の抱負、抱あミスタ抱負、なんでこの色なんだろう。来年の抱負1000人いけたらいいね。やっぱチャンネル登録ですよね。来年の漢字キュウリ2文字。キュウリってどういう意味なんだろう。古い月にウリってかっこいいよね、よく考えたら。おー、エクマくんのテーブル豪華。そう、今日はねお刺身がある。お刺身まだ食べてない開けたのに、開けたのに食べてんの。ずっとキュウリ、キュウリをむさぼり食っている。わしらで万抜して宣伝すればええんじゃよ。おー、クルスリクさん頼みましたよ1000人チャンネル登録者数いってもね、再生数もいかないといけないから、そこも課題だよね。4000時間だっけ、今1300ぐらいだからね。今年は笑うって感じで、来年のは食っていう感じにしようかなと思ってる。お、栗本さんいっぱい食べるって方、美味しいもの食べるのっていいよね。カッパも食べるの好きなんだよね。なんか食事は取らなきゃいけないって思うとめんどくさいけど、食べること自体は楽しいから。一人で家にいると全然食べないのに、出かけるとねいっぱいいろんなもの食べるっていう。キータで宣伝すればいいんですね。了解です。キータか。まあ、確かにキータでね、記事、キータっていうのはご存じない方のために説明しておくと、開発者とかプログラマーの人たちが、これはこうやって作るといいよっていうアドバイスみたいなのを記事にして配布してる、なんか、ツイッターみたいなのがあるんだけど、で、記事を投稿するツイッターみたいなのがあって、で、そこに、カッパは普段ね、プログラミングの記事を時々書いてるんですよね。聞いたから見に来てくれてる人って実はちょっといるんだよね。アナリティクス見るとどこから来たかっていう、まあ、リファラーって言うんだけど、それが見れるんだけど、意外とねキータさんからのアクセスがあるんですよ、意外なことにね。だから新しい記事書こうかなと思ってるんだけど、やっぱキータの記事を書いてるよりも配信してる方が楽しいからねまあでも一番はね、皆さんがこうして見に来てくれて、高評価を押してくれて、あとツイッターでワンチャンスリツイートとかしてくれるのが一番ありがたいですよね。YouTube の中で見つけてもらうのが結果的にはさ一番早いからね、伸びるんだったらね。今年はたくさん笑って泣いた1年でした。私がね泣いたの、なんだろう、悔しいことがあったのかな。まあ楽しいことがねあったってことだよね。たくさん笑ったってことは、泣いた分だけ笑ったってことだ。きっと来年はもっと笑える年になるよね、ハム太郎。もう今のここにはハム太郎ネタは通じません。クリムトさんとかヒカルさん、ハム太郎知ってる？今の小学校って何が流行ってるんだろうか。機嫌が悪くなって泣いたのと感動したのと悔し泣き。あー、クリムトさんらしいね、悔し泣きが特に。へけ報告ありがとうございます。へけありがとうございます。マービーストを目指してください。マービーストってなんだろう、あれかな、フォートナイトの中のなんかプレデターみたいな、そういうやつ。ちょっとお刺身を食べます。うめえお刺身美味しい。ごめんなのだ、それ殴らないでほしいのだだ、懐かしいね。私のクラスはひろゆきダンスっていうダンスが流行って。ひろゆきダンス、なに、そのひろゆきって、あのひろゆきさんのひろゆき美味しそうに食べるエクマさん見てニコニコ、 ありがとうございます。これ何なんだろう、なんだろう、これ普通の赤身じゃない味がするな。いいやつ買ってきたのかな。スーパーに行ってさ、お刺身のコーナーにね、もう残り2つだったからどっちでもいいやと思って手に取ったんだけど、いいやつだったかもしれない。普通に美味しい。スーパーのさ、あの海鮮ってさ、当たり外れが本当にひどくて、これはめっちゃ当たりだわ。ヒカルさんが書いて消してを繰り返している。ブリシャブとに、ブリシャブワードだけで美味しい。日本酒の組み合わせが最強だったから、機会があれば送りつけたいもんですが
欲しいもの、欲しいもの公開した方がいいのかな。ちょっと悩んでるんだけどね。一応あるにはあるんだけど、まだあの一般公開はしたことなくて、ありがたい気持ちが、気持ちがありがたい。来年そういうのも出していこうかな。悩ましいところだな。おいしい闇？その替え歌が流行ってます。あ、おいしい闇苦手な人はごめんなさい。栗本さんの配慮がすごい。え、今日首動かすとすぐ動くから、あんまり体が動かせない。ふっ、固まってても若干左右に揺れる。ちなみにあの鉄の鎖さんという方は、おいしい闇が好きすぎておかしくなってる人なんで、カバの中の認識だと今はもう落ち着いたのかわかんないけど、一時期相当鎖さんはドハマりしてましたね。おいしい闇ね、大好き。今もハマっていた。ちなみに私はクラッツとハイボールで決めてます。クラッツってあのお菓子だよね。あれめっちゃ美味しいよね。あれのピンク色が好き。カッパは美味しい闇が大好き。最初美味しい闇あんまそうでもなかったけど、鎖さんがめっちゃ好きそうにしてるのを見て、カッパは割と印象が変わってしまった。ほとんどの人精神済み。あのね、逆にカッパは今まで活動してきて未成年の方を見かけたのが珍しいからね。栗本さんとかヒカルさんとかスプラトゥーンとかポケモンで来てくれたみんなの方がカッパ的にはね結構珍しいと思ってる。でもね、気にさず、ここに年齢の差は関係ないからね。ぜひオレンジジュースとか飲んで楽しく見ていただければと思います。ピンク知らないかも。あら、ピンク知らないのか。あのクラッツってさ、カリカリするお菓子だよね。あれのピンク色のやつが一番美味しいよ。前オフィスグリコで売っててそればっかり食べてた。めっちゃうまそうに食べるんで、北海道の親戚の家に連れてったおばちゃんの山盛り飯食わせたくなります。いや、めちゃめちゃ食べるからね、エクマくんは。実は久しぶりに一人称エクマくん使った。途中からね、一人称エクマくん使わなくなっちゃったね。もうカッパの方が言いやすかったからね。日常生活だとね、ご飯すごい小食なんだけど、なんかやっぱ外に食べに行くとね、2人分ぐらい食べるんだよね。エクマくんの視聴者の年齢層、これ結構ねばらついてるよ。そういえばちょっと見てこようかな。少々お待ちくださいね。割とねばらついてるんだよね。なんかてっきり20代から30代くらいの方が多いのかなと思ってたんだけど、最近やっぱ栗本さんとかヒカルさんとかみんなね来てくれたおかげで10代の視聴者数もガッて上がって、今読み込み中ですね。年齢層は女性男性が、まあ、40%60% くらい、女性が40、男性60くらいで、13から24歳の方と、35から44歳の方が見てくれてますね。逆に25歳から34歳の中間がいないって感じ。くまさん、楽しいもの、美味しいものたくさん食べてほしいの気持ち、ありがとうございます。美味しいものたくさん食べています、日々。でも最近食欲がないというか、食べるのがめんどくさすぎて、本当に一日一食とかになっちゃってるから、久しぶりにこんなに高カロリーなのかなものをいっぱい並べましたね。テーブルが豪華です、いつもより。カッパさんのチャンネルは毛色味の中でキッズチャンネルですからね。よくご存知で、まあ、これからもね、あのキッズチャンネルとしても大人の人が見ても楽しめるような内容でね、みんながみんな年齢に関わらず楽しめるような感じにしていけたらいいなと思っております。 MR ビーストチャンネル登録者数、あー、めっちゃ有名な人ってことか。なるほどね、ありがとう。いつかなれたらいいね、日本一に。その前に収益化が待ってるけど、おじさんなんで平均年齢一気に上げてる自信がある。いや、もう助かりますよ。でもおじさんって言ってもね、おじさんの中にも若いとか若くないとかあるからね。結局何歳になっても若いは若いと思うんですよ、エクマくんは。実はだって政治家のこの話毎回するけどさ、政治家の世界だと50歳で若手だからね。それ考えたらもうね、みんなたちなんてもうピヨピヨだよ。私その中間層ですわ。鎖さんに年齢という概念があった。
私まだ小学生だけどお酒飲んでみたいな。お酒はねマジでね20歳超えるまで飲まない方がいいよ。うん、カッパはちゃんとね20歳の誕生日まで一滴も飲まなかったから。それをすると何がいいかというと、自分はあのルールを守ってきたという自信を持てるからね。そういう意味でもね、法律はね守った方がいいね。うん、あと自分の体のためにもね。あ、リドルくんこんばんは、来てくれてありがとう。カッパにあげる御三家育て中ありがとう、楽しみにしてるね。次に通信するとき、何、私25から30なんじゃが 0% になっています。なぜだ。でも YouTube のこのアナリティクスってあんまりね参考にならないという噂もありけり、チャンネル登録者数が万とかいないとね、あんまりらしいよ。すごいチャットが盛況。参加型の時はいっぱい、もっといっぱい動いてるからね。でも今日も雑談枠にしては史上最強に動いてるかも。ありがたいことです。まあ職場だと80歳の人、若い人ねとか話すような場所ですけど、80歳の人、そうなんだ、80歳で若手になっちゃうような現場なんだね。病院とかってことかな。MR ビースト検索してみて、マジで人気の人だから後で調べてみるね。ありがとう。カッパさんにあげるポケモンなんてないよ、僕全然ないし全然弱いから。いやもうね、来てくれてるだけでありがとう。栗本さんだっていつも来てくれるもんね、感謝してます。もうあの代わりにあれだ、栗本さんが来年1年今年よりもいい成績を出せるように祈っておくね。100レベルにする阿部語り100レベルにしようとしてるの、御三家を。ああ、頑張ってっていうのもなんかおかしいけど、頑張って。アメ派なんだね。あ、でもそっか、経験アメもアメか。レイド戦たくさんやらないとね。今カッパはあのテラスタルの草をたくさん集めてて、そのなんだっけ、なんだっけあれ、なんだっけまた記憶力、あ、首がカクカクしてる今日。なんかアンドロイドみたいな動き方するな今日。いるじゃない、カルボーの進化系ね。あれを草タイプテラスタルにするためにね、いっぱい草タイプのテラーレイドを回りまくってる。だからそのレイドを回る大変さよくわかるな。そう、お刺身食べたい。あと角的も買ってきたけど、角的も一回も食べてない。カッパさん、僕をケイロミ入れてくれみんなの配信を見に行ってくれって言ったらどうする。まずね、VTuber にならないと難しいですね今日首がめっちゃ動くんだけど、これなんとかしたい。ちょっとなんとかしてくる、少々お待ちを。えいまあどこにも行ってないですけども、うん、少々お待ちくださいね。まあ、こういう時はさ、再起動ですよ。うん、時々なるんだよね、この首ガクガク現象。まあ、お酒でも飲んでもろて。なった？あ、治った治った。よし。オッケー。まもなく戻ってまいります。少々お待ちくださいまし。ああ。なんか最近いっぱいお知らせが出る。くそ、ちょっと待ってね。あと5秒ぐらい。よし、これでいいか。これでよさそう。これでこうして、はい、 I'm back、 帰ってきて。あ、帰ってきた。ほら、あー、動き滑らかになったあー、そうこれでやっと肩肘を張った姿勢から元に戻れた。次の星7レイドで特製パッチくれるやつ固定探して周回提供しましょう。おー、ありがたい。アメとパッチ不足してる方もそうだし、めっちゃ助かるね。もし土曜日に、明日だけど土曜日に間に合えば。おかえり、ただいま。完成した。何が完成した？リドルくん何か作ってるのかな。ちょ、確定食べよう。使ってない箸どれか分かんなくなっちゃった。またこれにしよう。いやマジで割り箸と紙コップ生活は今年やって本当に良かったことの一つですね。うん、何して良かったか書いてこ。これどこまで書ける？
良かったこと。紙コップと箸、割り箸、紙コップ、これ 220ml ですね。うん、あ、ここ被るんだ。少々待ちよ、これをこうして、これをちょっと下げて、ほんで、これぐらいか、これぐらいか、これぐらいか、よしよしよし、OK。割り箸、箸、無限開封編、そう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 、もう洗わなくていいから、もう使ったらすぐ捨てればいいからね。そしてカップも春雨スープがめちゃくちゃ好きなんだけど、春雨スープも 220ml あったら全然余裕で作れるかな。スープも飲めるし、コーヒーも飲めるし、ウォーターサーバーだからお湯もすぐ飲める、水もすぐ飲めるしね、飲み終わったら捨てるだけ、なんて快適なんでしょうか。カッパ洗い物が本当に好きじゃないかな。マジでこれは今年やってよかったことだな。紙コップもね、安いやつと高いやつがあって、高いやつはやっぱね品質がいいということも分かりました。うん、明日はまだリザードの服を着てないからできなさそうかな。あ、全然全然お気になさらず。クリムトさんのリクエストを受け付けていて、クリムトさんのリクエストを受け付けていて、クリムトさん、あー、リドルくん今作ってるんだ、作曲頑張ってね。完成が楽しみですね。クワスとニャオハどっちが欲しいですか。難しい質問だ。ニャオハかな。星6で特製パッチのやつがあれば確保しておきますが、あら、ありがとうございます。あ、高杉晋介さん、村地さん、あら、こんばんは、来てくれてありがとう。あれ、村地さん、高杉晋、どうして高杉晋介になってしまったんだ。よかったらゆっくりしててください。ご飯もぐもぐしてるからね、咀嚼音が苦手な方はお気をつけください。サギ村地さんがなぜか歴史上の人物になってしまいました。あれ、高杉晋作が銀魂だっけ、ん、どっちが銀魂だっけ、わかんなくなっちゃった。名前変えてみたら14日後に残らないと名前変えられないらしいので、ん、あー、なるほどね、チャンネル名変えちゃって戻せなくなったんだ。2週間限り高杉晋介なんだね。うちには名前をしょっちゅう変える人がいっぱいいるけどね。まばたきしない派さんって結構上の方でね、さっき来てくれた方、昔から、本当に昔から見てくれてるんだけど、雑談配信とマイクラの時に毎回来てくれる人なんだけどね、あの人は来るたびに顔、あ、名前が違うの、アイコンだけで判断してる。俺はただ壊すだけだ。銀魂の方だった。いいよね、高杉晋介さんね、声が好き、声が、うん、七変化リスナーさん、そうそうそう、あの方もね、エンジニアの方で、エンジニアつながりでね、見つけてくださったんですよね。結構お世話になっております、本当に。アイコンも変えるか。高杉晋介になってくる。いや、すごいな、うちの配信、ジャンプのキャラクターも来るようになったのか。あ、でもこの間来てくれたの、ジャンプのキャラクター、マリオカートやってる時にボボボボボボボ来たな。あとブロリーも来るな。ブロリーはもうすっかりブロリーとして定着して、当たり前のようにいつもいるから、マリオカートの配信するとブロリーさん来てくれるからね。謎の空間です、本当にここは。うーん、割とやべえやつは、確かに。リリリリリもいます。誰が、気づいてしまった、エイプリル松崎の次は草リリリリリってこと、そういうこと。その可能性を感じた。あのさ、スプラの名前変えたんだけど、巨人級の人じゃない名前考えてくれないか、私ネーミングセンスないから。お、クリムトさんの新しい名前か。うーん、栗本さんの新しい名前かな。もう栗本でいいんじゃないかってちょっと思うけど、巨人級の人、巨人級の人も結構いい名前だよね。でもね、何が倒れた、あー、梅酒が倒れた。うーん、よっからセット、なんだろう、K リミット、
ット、カロリミット。クリームとあんま気に入ってないの？そうなんだ。茶色いアイコンに K、ブラウン。ブラウン K、ブラウン管、ブラウン管テレビ。ダメだ、全然レースのゲームがうまくいかない。じゃあクリムトさんの栗から、なんか女の子らしい感じで甘さを加えて甘栗で、甘栗、甘栗っていいんじゃない？クリムトさん栗好きじゃなかったら申し訳ないけど、甘栗、ひらがなで甘栗ってどう？俺はこう、ただ壊すだけだ、この腐った世界をな。あー、変わってきた。今日友達が急に誰のてめえって言ってきたから、どちら様ですか、私にご用でしょうかって言っといた。それは何かの ネタだったのかもしれないけど、何だったんだろうか、その誰だてめえは。赤オリドールか、アナオリドールか。自分の名前を押していく。リドル君の名前をくれるってこと？リドル君が2人になるからやめてくれ。クリムトといえばウィンウィンといえばオーストラリア。音楽の方に。甘栗かまちい女の子らしくないんだな、残念ながら。まあ甘栗も甘栗でさ、結構どちらかというと渋めだから、それはそれでちょうどいいんじゃない？やっぱあげない。そう、あげられたらね、カッパがどっちを呼べばいいか分かんなくなっちゃうかな。大人になったら毛並み共和国入る。その時が来たらいいね。大人になったらそれが夢になるのか。ケイロミ共和国はついに夢になってしまったんだね。まあ、みんなが大人になった時どんな世界になってるんだろうね。カッパはまだ生きているかな。いつか同じ世界でね、お話できたらいいよね。名前変わらないくらいに変えようかな、俺。別に変えてもいいけど、ややこしくなるよ。ツイッターのね、アカウント名に含めないでいただければ。エゴサがね、大変になっちゃうから、生きていてもらわないと困る。みんながいてくれればカンパは生きているよ。ありがとうね、いつも。というわけで、チャンネル登録と高評価とツイッターのフォローお願いします。好きあらば宣伝をしていく、一緒に手伝う。ありがとう。なんかあれか、企業勢になるか。そしてみんなにマネージャーやってもらうか。もうしてるんだよな。ありがとうございます、本当にいつもいつも。アーマードコアも配信しようかな。アマドコアって配信できるのかな、やったことないんだけどさ。エクマさん、みんなに愛されてて、わいかんない。ありがたいことです、本当に。独り言を喋りながらマイクラを教えた頃はもうなくなってしまいました。それを乗り越えたからこそ今があるのかもしれない。まあ、もともと独り言好きだったから配信者やってるのかもしれないけれども。自社で楽してるとか、すでにトレーラーで言われてます。かわいそうに。実写も実写でお金かかるだろうにね。俺は将来幽霊になってみんなの後ろにつきまとってると思う。幽霊系 VTuber になるってこと？みんな VTuber を目指している。カッパも思いつきでね、 VTuber になれたからね。みんなも時間と努力でなんとかなるよ。時間もなければ努力も厳しいという時はお金の力で、例えば鎖さんにモデル作ってくれやーって依頼をすればなれるよ。あとは配信機材があればなれるよ。マイクとスマホとパソコンがあればその瞬間になれるよ。カッパ教めっちゃいいね。不況だ、不況、ありがとう。 VTuber 楽しいよ、楽しいよ。今何よりもみんなが来てくれるから楽しいんだけどね。本当に日々お世話になっております。全然今年の抱負考えてないけど、これはこれで楽しいからいいや。まあ、コミケに行くこと以外に全く予定がないんですよね。
来年も来年ね初詣どうしようかなと思ってるんだけど、毎年同じ神社に行ってるんだけどさ、やっぱ人が多いとね行きづらいじゃない。あんまそんなに過剰にね感染症に気にしてるわけじゃないんだけど、行ってかかったら配信できないからさ、それが怖いなと思って、あーみんなと会えないよと思ってね。俺は夜桜エクマにする下の名前を揃えてくるんか、なんかカッパでなんか考えたらいいんじゃないか。カッパの里とかいうさグループ作ってさ、カッパ系だけでやるみたいなね。カッパ教団、心臓を捧げよう、シリコ玉を捧げよう。 VTuber になった時コラボする相手は鎖さんとカッパさんにしますわ楽しみにしてるね。10年後かもしれないけれどもそういえば今日また足やりました。足やりましたってどういうこと？足やりましたってどういうことだ？ぶつけたかなんかしたのか？カッパをあがめる宗教がそう、ハッパさんもカッパさんだからね。うん、幸せならハッピーです。みんなが幸せならカッパもハッピーです。お互いにハッピーになるための配信をしていきたいなと思いますね。うん、まあ、その最たるものがやっぱ参加型だよね。そういえばアンケートどうなったんだ流れていっちゃった。アンケートは終了します。結果発表。来年の抱負はまだ決まってない人が 38%、 そんなこと考えてない人も 38%、 決めた人が 22%。 意外といるんだね、決めた人。決めた人そんないないと思った。22もいると思わなかったな。学校帰ろうと思って履き替えようとしたら気をつけてね、足は大事だからね。まあ、手の方が大事かもしれないけど、カッパはもう両腕さえあれば仕事ができるから、怪我しそうになった時はもう手だけをまず守る、いつもふってくるって丸くなる、いつも右手も左手もどっちかを失った瞬間ね、お仕事が厳しくなるからね、エンジニアなので。最悪歩けなくてもね、パソコンがあればなんとかなる、そういうことです。うん、体が痒くて書きすぎて痛いというのが私の現状の体乾燥してるのかもね、保湿ちゃんとしてあげてね。じゃあ頭もらおうかな。それはもう間違いなく死。カッパさん、実はですね、僕女なんです。二郎くん前もそれ言ってなかったっけ。本当は男の子だよね。そうだよね知ってる知ってる。みんなが男の子であろうが女の子であろうが変わらずに接していきたいと思います。カッパはありがとうございます。ありがとうございます。まあ来年、そうだ、来年のね5月でカッパは実は2周年を迎えるんですけど、2周年何しようね。なんかいろいろ新しいことやりたいなと思ってるんだけど、まあ、今年まで雑談枠ってさ、実はもう本当に片手で数えるくらいしかやってこなかったから、雑談枠増やそうかなと思っているんだよね。トリドル君前もやってたよ。アトピー肌なんだよね、私生まれつき。ああそうなんだ、大変だよね。カッパも友達に結構アトピー肌の人いるけど、なんか食生活とかすごい大変そうだよ。気を使ってて、なんか何もしてあげられないけれども、少しでも気持ちが楽になるようになんか頑張って配信するどうしたらいいかわかんないけど、楽しくなるように配信するので、辛い時はアーカイブとかを見てください。楽しくなれるようなアーカイブになるように頑張るね。どうしたらいいかはわからんけども。ケーキ食べたら記念日。そうだね、ケーキ買ってこようかな。ストレーミング買えるかい。もうマンションに住んでるからそんなことしたらもう上下左右にめっちゃ怒られちゃうよ。あのお風呂でだったらワンチャンいいけど、お風呂で配信できる環境がないからな。あ、高杉さんもそうなんだ。もう高杉さんになっちゃった。詐欺村地さんが祝いたい。雑談しながらスプラでかくれんぼや鬼ごっことかしたいな。あー、プラベってね。なるほど、そういうのもいいね。 VTuber やるとしたら趣味程度で終わるかも俺。あ、でもカッパも趣味程度だよ。うん、本当に好きでやってるだけだからね。だから好きじゃないことは何も続かないからね。ぜひ皆さんもお仕事をね、将来つくことになると思うから、その時に何だろうな、就活する一歩手前の、例えば高校生とかの時に将来どういう仕事になりたいかなみたいのを、なんか将来の夢っていうよりかはもっと具体的に考えるタイミングが来るんだよね。その時に
ちゃんとお仕事として稼げるくらいに伸ばせそうな趣味を見つけておくといいと思うな。カッパは小学生の時からずっとプログラミングやってたから今もその仕事をしてるんだけど、好きだとね、どんなに辛くても意外とね続く。うん、始発で会社に行って終電で帰ってくるみたいな、もう1年ぐらいは耐えられるこれは語弊がある。たまたまカッパがうまくいっただけだけどね、これはね。うん、そんな働き方しなくていいのが一番だけど、まあ、辛くてどうしようもないみたいな時に乗り越えやすいのって、やっぱ仕事が好きにできることだから、ぜひ今のうちにね楽しくできる何かを見つけてくれればいいなと思います。うん、お風呂入ってくる、戻ってくるけどその間に終わってるかも。もう多分今日ねしばらくやってると思うから、ぜひぜひあのまたやってたらね、戻ってきてくれたら嬉しいなと思います。実写しよう。実写何が好き、みんな料理配信でもしてみるの実写、カッパができる実写って遊戯王の開封とかだけど、もう遊戯王もやってないからな。私も趣味だからみんなそんなもんです。そういうことです。 VTuber やってる人はほとんど趣味ですね。うん、ブラックかな。そう、カッパはね昔ね、やっぱりもうブラックっていうほどブラックではなかったんだけど、業界が業界だからね、ウェブ制作っていう業界があるんだけど、そのホームページ作ったりとかね、そういうとこで結構仕事がハードだったりするのよ。でその中でも、うん、結構マシな方にいたんだけど、他の業種の人からしたらブラックって言われてた今はそんなことないんだけどね、転職したからみんなと仲良くなれると思うから VTuber になる、目指してくれ。うん、いつかなれたらいいね。無理に VTuber じゃなくてもね、 YouTuber でも全然、その自分を表現するのが好きなんだったら戦えるフィールドはいっぱいあると思うよ。猫飼ってるだけで幸せなお手柄人間、いや猫を飼ったらみんな幸せになるて。カッパさん料理できるの？実はカッパは料理ができます。あのレシピ見ながらだけど、見なくてもある程度はできるけど、毎回同じようなものが出来上がる。うん、それなら歌ってみたでしょ。歌ってみた歌ってみた実写でやる意味ある？今更だけど、私エクマ、前私鎖さんの脳性だなあらあらあら、そうなんだ。あれすごいすごいね、反響あったっぽかったからね、サムネだけでおもろかったから。お風呂行ってらっしゃい。俺もある程度できるよ。あ、本当？リドル君何得意料理は？カッパはエビチリが好きです。すごい、チャットが止まらない。また気はしない派が驚いてるな。多分参加型とかをやる前だよね、まわたきがしない派さんが来てくれてたのって。そう、最近はみんなねすごい話しかけてくれるから、カッパが大変配信がやりやすいです。のすいクルーソリックさんも鎖さんのこと好きになりそうだな。俺も3歳から料理やって、3歳から料理やってた？それは本当ですか？カッパは3歳からアルファベットと50音が全部読めたから、あの両親とか祖父とかがね、あのこの子は天才じゃーって思ってたらしいけどね、あの小学生になったあたりから普通に成績落ちてたからね、あのがっかりしたって言われてたことがある継続してなかった。その代わりね、あの自分の好きなことには全力投球だったから、努力値がおかしいことになってるね一般教養がめっちゃへこんでて、自分の好きなことが飛び抜けてるね、グラフの外側に。俺が初めて作ったのはチャーハン。あ、チャーハンってね奥深いけどね、最初にやるのはめっちゃいいチョイスだね。みんな料理できん中で素晴らしい料理は楽しい。わたなこさん、こまやく、まあ来てくれてありがとう。わたなこさんリプライありがとうね。あのわたなこさんのツイッター見たんだけどさ、四立てしてるやつ見たよわたなこさんの方がうめえと思った。参加型もチラ見してます。なおまだスイッチは買ってないもよ。お、じゃあ今月中に買っちゃおうか。グッバイ宣言ワンコーラスはアウトだと思う僕の思い。何、フルコーラスがいいってこと？あれフルコーラスにしようかな。ちょっとね、あれイラストもねラフだったから、ちょっとやってみようかな続き。うん、今のタイミングでグッバイ宣言出すのかみたいなところあるけど、正直グッバイ宣言ってさ、愛のネタバレわかれっぽいなーって、なんだっけあれ、神っぽいなだ、神っぽいなーのあのイラストあるでしょ、背中にこうトゲトゲがあってさ、あのシスターの格好してるやつ、あれのカッパ版、エクマくんがあの格好してるのが描きたいがために、あれの歌ってみたら出そうかなってちょっとだけ思ってたりした。エビチリ作れるんですか？エビチリ作れます。エビの下処理からやります。背わたを取ります。はい、よろしくお願いします
まあでもそれもレシピ見ながらだけど、めっちゃ作ってた時はレシピ覚えてたんだけど、もうさすがに1年ぐらい作ってないから忘れちゃったの。ナッシュでね生活してると、なかなかナッシュとウーバーイーツと出前館で生きてるからね、もうあんまりレシピは忘れてしまいました。その方が欲しがられる人材。あーなるほどね尖ってた方がいいってことか。まあ、無事にぶっ刺さることができてよかった。業界に最近はいろんなカレー作ってみてる。いやリドル君はガチか、ガチか。カレーで研究してるのはなかなかすごいな恥ずかしがってる和田君さんが、まあ、もっとなんかいろいろあげてくれるとね嬉しいね。うん、でもカッパそんなにね、あの実はカッパのツイッターはね運用ルールがあって、お仕事をお願いした人とコラボした人と、あのカッパになる前から交流があった人をフォローしてるのね。だからリスナーのみんなのことはねフォローしないようにしてるんだ。だから見ることがちょっとできないんだけど、すぐにちゃんとね確認できないから、見てくれと思ったらツイッターにもう直接リプライでどうよって送ってきてそしたら喜んでみるからね俺が初めて作ったの麻婆豆腐。サギッツさんすごいね、ファーストが麻婆豆腐。それってあれかな、レトルトっていうか混ぜたら終わりのやつかな。それもそれでね初挑戦にはちょうどいいけど、麻婆豆腐って豆腐崩さないようにするのめっちゃ大変じゃない。カレーは凝るといろいろ大変になるぞ経験者だ、経験者が来たぞ。アドバイスがもらえそう。カレーはなんだ、スパイスから考える人もいるからね、すごいよね本当に。紙っぽいなそれ、そう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 、紙っぽいなね。エクマさんの紙っぽいな一生体験してる鎖さんに書いてもらおうかな、むしろサムネをトゲトゲ書くのうまそうだから上位存在の一生は永遠かもしれない。そうだね、鎖さんに年齢という概念なさそうだもんね。1から、1からすごいな。麻婆豆腐1から作ろうと思ったこともないや、見るからに難しそうだからね。でも片栗なんだっけ、その中華をいっぱい作ってた時期に片栗粉を入れることによって美味しくなるってことを学んだ。片栗粉とろみつけるとさ何でも美味しくならない。マロニーちゃんじゃなくてさ春雨かな、なんかあの乾麺もさ入れてみりんと醤油と日本酒と なんだっけオイスターソース入れて適当に調味料ビビビってして、そこにとろみが出るまで水溶き片栗粉を投入し続けると大抵美味しくなる。あれはねすごいと思った。料理失敗してあーしくったと思ってる時にオイスターソースと水溶き片栗粉をぶち込めば大体美味しくなるんだよね。あれはもう魔法だと思った。いったスパイス入れる派と色ずにスパイス入れる派で戦争が起きるくらいには、戦争に参加したんですかクルスニックさんは、すごいな。1から麻婆豆腐も1からカレーもみんなすごいな。豆腐切るのって最初だといやー怖いよね、豆腐手のひらに乗せて上からナイフをスーって入れるやつ、あれ横にスライドさせなければ切れないって分かっててもさ怖いよね。3歳の時に麻婆豆腐と親子丼にハマってた。それ本当?3 歳で13歳じゃなくて3歳?本当に3歳?恐ろしい子、これこそ本当の恐ろしい子だなねえ。3歳の時に料理しようなんて思ったこともなかったな。きゅうりが乾燥してしまった。最近ホロイーブを押しすぎて極低業とかの仕事についてホロイーブの人たちに共有したいと思った。結構大変だね、道のりが長そうだけど実現したらすごい夢だね。ワンチャン、あでもそっか、基本的に外部で作ってもらってるもんね。うん、でもなんだっけな、キリュウココさんとかね、会長とかは確かリスナーさんが作った曲歌ってたよね。ウェザーハッカーって確かリスナーさんが作った曲だよね。そういうアプローチもいいかもしれない。明日学校持久走大会、土曜日なのに、あらそうなんだ、土曜日も学校あるの今って、それともイベントだから。カッパ体育で一番持久走が好きだったな。なんかスキルが求められないスポーツでしょう。まあいるんだけどさ、プロの世界では持久走スキルいるけどさ、なんか上手い下手がパッと見わからないじゃない持久走って。だから一番好きだった。球技は練習もしたくないし、もともと素質がなかったからね。バスケとか本当に大変だったな。うん、第二土曜は授業あるんだ。へー、カッパの時は土曜日は授業なかったんだよね。
いわゆるゆとり教育だったからね。バスケ部だから嫌でもシャトランが得意になるで、あーなるほどね、体力つけるために走るんだ。持久走地獄、カッパ体力だけはあったから野球部と一緒に走ってたよ持久走は。なぜか野球部と一緒に走ってて、先生においエクマお前じなんだっけあれ忘れた、なんだっけ、なんて言うんだっけ、あの運動する部活、陸上部だ、お前陸上部入れってめっちゃ言われてた。あでもちょっと吹奏楽部と漫画研究文芸部で忙しいんでって言って断ってたけど、陸上部入ってたらどんな人生になってたんだろうな。弟が陸上部なんだよね、腹筋が6個に割れてるよ弟は。うん、身長も高いしムキムキだし、うん、そういう肉体的なパワーはね弟が持ってっちゃいました。 SV はスカーレット買う、おいいね、じゃカッパバイオレットだから交換して図鑑埋めとかしようね。運動部だとやたらやらされますよねシャトルラン、マウンテンクライマー やらされて死んだ記憶死んだ記憶があるけど今ここにいるんだよ、前世の記憶かもしれない。マウンテンクライマーって普通に山を登るってこと、部活で、すごいね、山岳部とかじゃないのに。カッパ東京だからあんまり遠くの山行ったことないけど、高尾山ぐらいしか山登った記憶ないぞ。お兄ちゃんエクマさんがいね。そうです、実はカッパは長男なんですね。野球部は2年生の時は調子良かったけどな。2年生佐吉さんの2年生ってどの2年生だろう、高校かな中学かな。野球部って学校によって全然体質が違うからあんまりイメージつかないんだよね。逆に吹奏楽部もそうだけどね、腕立ての姿勢で足下げ、腕立ての姿勢で足上げ下げ、マウンテンクライマーは運動の名前なんだ、どういうことだ。腕立て伏せの姿勢取りまして足の上げ下げ、あ片足ずつ両足上げるってこと、想像つかない、ちょっと検索してみよう、マウンテンクライマー検索しますよ、マウンテンクライマーとリングフィットとか出てくるよ。あーこれかー、見るだけで疲れたわ、残念見ただけで疲れちゃった。っていうかホロスターズ入りたいかも、あー夢があるのはいいことだ、ぜひぜひ目指してくれ。うん、オーガニキとコラボしてもろて、兄ちゃんが部活でパソコン部だったのに野球部と走ってたらしい。お、オドダイコンさん、まさかの弟でパソコン部ではなかったからな。うん、パソコン部は小学生の時だったね、小学生の時はパソコン部に入ってた。カッパはイラスト部とパソコン部兼部してて、パソコン室で一太郎スマイルってやつ触ってたよ知らないでしょみんな一太郎スマイル。あ、中学2年だったんだ、うんうん、4番だったけど3年になった瞬間下手になった。あー受験とかでってことかな、ちょっとやらないとすぐね疲れちゃうもんね、スポーツってね。もう最近将来のこと考えすぎてめちゃくちゃになる何したのかわからなくなるんだよな。いや大事大事本当にね、あの考えすぎてめちゃくちゃになってるくらいがちょうどいいと思うよ、本当に将来の自分のためになると思う。まあ、考えてなくてもうまくいくときはうまくいくんだけどね、あの時ちゃんとしておけばよかったって思うことがねないから、うん、自分にとっていいとは思うけど、まあ、今が辛いよねそうなってる時がね。野球部と走るパソコン部、そうそう意外とねいるんだよね、どこから来るんだその体力はみたいな。でもこれは個人的な想像なんだけど、多分パソコンに熱中しすぎてる人って集中力がすごい研ぎ澄まされると思うんだよ、普通よりも。コードを書いたり FPS ゲームをやったりして集中力がグッてくるから、走ることに集中して疲れを忘れるんじゃないかなってちょっと思ってる。だから終わった後人一倍疲れるんじゃないかなって思って、その野球部はセーブして走り終わってふう今日もいい運動したなへっと思ってるけど、その普段運動してないのに野球部と走れるフィジカルを持っていると思われてる人たちって、走り終わった後もう体を限界を迎えてるぐらい頑張ってるんじゃないかってちょっと思ってるんだよね。今日は中世他の配信壊しに行ってくるいってらっしゃい、来てくれてありがとうね佐吉さん、またお待ちしております。14日間の間ずっとその名前でご活躍をお祈りしております。
イッツ・ア・ロースマイル知ってる人がいる。あれね、昔のパソコンだと爆弾マークを押したらメモリが足りなくてアプリごとクラッシュするというね、伝説のイッツ・ア・ロースマイルです。カッパさん、アンチとかいるの？変なこと言ってくる人とか。いや、いないかな。うん、アンチが生まれるほど有名じゃないね、まだね。アンチが出てきた時だよね、多分ね。あ、意外と有名になったもんだなって思うのは、だってさ、逆にね、攻撃しようと思わなくない？そんなにでかい人じゃないところにね、代わりにアンチになりましょうか。疑似アンチが生まれる。バトルか、バトルするか、お、タイムアウトするか。実際カッパにアンチが生まれたらどういうとこ刺してくるんだろうね。参加型ばっかりやりやがってよみたいなこと言ってくるのかな。やめたら参加型やれよとか言ってくるんだよね。だいたいそういうもの、刺せるところじゃないところを頑張って刺してくるから。でも生まれたことがないからあんまり想像できないな。レフェリーが生まれた。鎖さんもバトル得意だからね。レスリング、プロレス、アンチとの、アンチとかわかんないけど、なんかそういう攻撃してくるものとの戦いに強い人だな。極まってくるとアンチがいると、お小遣いゲットだぜとか思う人もいるし。法廷おふくらばだ。実際に黒字になるかどうか。黒字にはならないよね。スカッとするだけじゃないかな。金の力で殴り倒すみたいなね。カッパに問題、岩の角は何でしょう。ん？岩の角？岩の角ってなんだろうな。ハガネイルとか。なんで消したん？なんで消したん？今問題せっかく出てたのに。そこ試合決定で。疑似アンチからのどこぎだくらえ。人参が来た。人参。あら、違う人の配信が始まりそうだ。俺、推しが3人いて、そういう人たちにもやっぱりアンチがいて嫌だなと思ってる。いやー、でもね、どうなんだろうね。アンチ、まあでも見慣れてしまったっていうのが正直な感想かもしれないな。なんか最初はその嫌な気持ちってあったんだけど、カッパ実は VTuber になる前って桐生会っていうね、桐生ココさんのが最推しのリスナーをしてて、もう散々な環境を1年ぐらい見続けてきたから、なんか1個突き出てるよね、なんかアンチに対しての感情が。うん、人生の時間を無駄にしてるなみたいな、なんか腹も立たないし、悲しくもあんまならないし、もうその先に行ってるかもしれないメンタルが。岩の角は何でしょう。本当は今回のポケモンの未来と古代ポケモンなんじゃないか。未来が、鉄のがついてないから。あれかな、魚のドラゴンみたいな、そういうことかな。くそ、ほんわか配信しやがって、くらえ。ほんわか配信に怒ってる人がいるぞ。キュウリありがとうございます。いくらいただいてもね、いいですか。大根ないから代わりの人参。あ、そういうことか。バド人参ってことね。正解はサイドン。あ、そういうこと、そういう意味か。なるほどね。鉄の包みは何でしょう。バリアードです。違うドリアードです。あ、なんだっけ、あれ、デリバードか。鉄の包みは何でしょう。デリバードですみたいな、そういうことね。なるほどね。偉大な牙じゃないんかな。サイドンは偉大な牙。岩の角は岩枠ってこと。まだ古代ポケモン会ってないんだよね。でもその推したちに思うのは、アンチは目立っちゃうから結構傷つくことが多い。でも応援してる人は目立たないけど、アンチの何倍もいるということ。そうだね、それは多分みんな分かってると思うんだよね。ただその目立っちゃってるアンチがいることに傷ついてるんだと思うんだよな、傷つく系の人たちって。どう考えてもさ、自分のチャンネルのコメント欄とかさ、ツイッターのエゴサとか見たら、もう応援コメントばっかりなわけでしょ。でも時々スパチャとかさ、その5チャンネルとかをチラ見した時に湧いてるのを見て、うって思うんだと思うんだよね。怖いもの見たさで見ちゃうんだろうなと思ってるんだけどね。ペプシキューカンバーを振って、進呈しましょう。ペプシキューカンバーだったね、懐かしい。僕が考え、買う。いないんかーい。
今の角いないんかい。まさかのオリジナルポケモンの問題が出された。新車にもキューカンバーっていうキュウリのフレーバーあったことを思い出しました。あー、キュウリって意外と香りあるんだな。何にでもキュウリ味がある。でもペプシのキュウリ味あるの思い出した。え、なんだ気がするな。そう言われてみればツイートしたかもしれない。 0.5 人分のカッパさんの疑似アンチになるわ。福は買ってこと。ネガティブの情報も方が目立つ、記憶に残る現象に名前をつけましょう。え、それね、多分名前あるよ。もうなんだっけ、多分ね、それ名前ある。もうこれは何のポケモンでしょう。キバの怒り、ギャラドス。ギャラドスだろ、それはもうギャラドスだ。ギネスに乗るくらい栄養素ないのに人気でキュウリ。そうなの。不名誉すぎるギネスだなそれは。まあでも美味しいからね。美味しいし見た目も可愛いし。やばい、キュウリをね、その箸でつままずに、もうめんどくさいからキュウリの浅漬けの袋を握りながら食べてたの今。そのポテチを手汚したくないから袋をつまんで中から押し出して食べるみたいな、そういうことしてたら、今食べたキュウリの後半がめっちゃぬるかった、手の温度で。最悪ー。あー、ぬるいキュウリはあんま美味しくないんだ。ぐわー。推しに対してひどいこと言うやつ見てると、ピーって思う。あ、正解やったぜ。何の問題いく。まあそういうのはね、もう黙って通報、そしてブロックがね一番正解だよ。インターネットを生きる上でその技はね一番最初に学ぶべきだね。攻撃はしてはいけない、された時は黙ってブロック、そういうことです。じゃあ毒の闇は、毒の闇、毒の闇、毒クラゲかな。わかんないな。オリジナルだと難しいな。いや、ちょっともうこのキュウリは置いとこう。後で冷蔵庫に入れて冷やしてから食べよう。いや、ずっと持ってた。そんなに、こんなにあったかくなるまで握ってたのか。喋ってると時間が経つのって早いね。お刺身ぬるくなってないっていいけど、どうだろうか。あ、大丈夫だった。お刺身は元気だったわ。ゲンガーって毒なん？毒エスパー？ゴーストエスパーじゃなかったっけ？あ、そういうことじゃないのかな。古代ポケモンになるとタイプ変わるんかな。お刺身もこれ赤身大集合だったけど、白身とかイカも買ってくればよかったな。意外とイカも好きなんだよね。好きなお寿司のネタとかお刺身のネタ何ですかって聞かれてさ、イカって答える人あんま見たことないんだけど、カッパは実は意外とねイカ好きなんですよ。貝類とイカがすごい好きで、なんなら自転に来るぐらいの勢いで妻が好き。お刺身に乗ってる細く切られた大根、あれめっちゃ好きなんだよね。ゲンガーは毒ゴースト。あ、そうなんだ。なるほどね。っていうか今知ったんだけど、今日って打つと、おー、 iPhone かなそれは。そう、 iPhone 実はね、今日とか明日、昨日、一昨日とかね出るよ。便利だよねそれね。あんま実用的かどうかわかんないけど、今日って何日だっけって思った時、打って確認する時が昔はあったな。今はもうだいたい日付忘れないようになったけど、アンドロイドも出るんだ。割と一般的な仕様になったんだね。確か一番最初にやったのってしめじだった気がするんだけど、まあわかんないや、その辺の事情は。サーモンが今日も美味しい。その予測変換、逆効果になった記憶しかない。誤変換のね、第一候補よね。最後、空の氷。氷のポケモンの空っぽになったバージョンか。いや、殻は、カイルも変わるかもしれない。パルシェンかな？ヒントはカッパ自身。パルシェンだ。パルシェンでしょ。それはパルシェンだ。カッパはパルシェンが大好き。君に使ってるから OS の問題かどうかもさっぱり。
あー、変換工法全然違うからね、しめじとね、ネイティブはね。やった、正解。パルシェン加工。いや、パルシェンはめっちゃ好き。うん。どれくらいの紫だっけ、パルシェンって。これくらいの紫だっけ。すーん。なんかこの辺がさ、こうペコペコしててさ、でこの辺からこうなんかさピピってしててさ、でピピピピってしててさ、ピピピピピピってしててさ、こうピッてって内側にもこうグレーのがあって、ここにも内側にもグレーがあって、ここピッてピピッ、もうちょっと細くして。なんかちょっと違う、なんかちょっと違う感じになったな。まあ、最近パルシェン落書きめっちゃしてる。いやー、おし。カッパさんプチ大喜利、学校の放送で流しちゃいけない曲。そんなんいっぱいあるじゃん。あ、うま、ありがとうございます。ちょっと顔のバランスいまいちだったけど、それカッパはいつもね、書いた後に変形でずらして直してるからね。適当にまずイメージファーって書いたら、多分このパルシェン顔がブサイクだなと思ったら、目のとこだけ別レイヤーにして変形して、いい、こんなもんかなみたいな。お口もちょっと違うな、別レイヤーにしよう、ピンで変形しよう、こんなもん、ちょっと こういう角度の方がいいかな、こっちの方がいいかなみたいな、こういう絵の描き方をしてるからね、いつも。だから一発で絵が描けない、すすん、アナログで絵が描けないですよね、実は。もうちょっとみんな上に上がろっかみたいな。そんな風にやっております、日々。よし、学校で流してはいけない曲はもう間違いなく、なんかカッパが昔子供の頃によくあったんだけどさ、ニコニコ動画のランキング上位にあるマッドの曲とかは結構問題になったね。うん、あと下ネタ曲とかね。うん、あ、クリムトさんも帰り、体また書いたのでお母さんに乳液持って塗ってもらいました。あー、辛そうだね、空で書けるのすごい。いや、パルシェ見すぎて。パルシェンはもうめっちゃ見てるから。あ、違う、ダメだよ、パルシェン大事なパーツがないじゃないか。危ない危ない、おりゃー、パルシェンはここの角が必要なんだ、ここの角が、どこから生えてるんだこの角はっていう角が。よし、はい、よし、これで完成。これがパルシェンですね。うん、パパパパパ塗っておこう、塗っておこう。このモハモハのペンめっちゃ好き。よし、このペンは買ったペンですね。とある方のファンボックスで配布されてたやつを使っています。巨大マックスアーマーが、おお、剣盾か。あれ、巨大マックスってなんだっけってなってた。ヘビーなラップとかロックとかアルジャシの内容も多いしな。そう、カッパが、あれいつだ、高校生の時かな、に R18 の曲を流したやつがいて、あのそこから検閲がかかるようになって、で検閲がかかるようになった後も放送部と結託してボカロの下ネタ曲を流して、あの最終的にあの放送部じゃない子がリクエストするのが禁止になった。あの頃はもうそういうものがあるっていうのを大人たちが知らなかったから、一般の人が曲を作ってネットに上げるというのにも理解があまりなかったからね、何でもありだったあの頃は。すごかったな、今考えたら。ノーチェックで生徒が持ってきたものを全国で全校内に流すっていうね、お昼の時間に。もう最近もそういうの無法の時代でさ、
昔はそんな感じでしたね、本当に。何流れたんだっけな。最近だと、T だとね、ワッカのやつがね、格好で流れたっていうニュースを聞いたりもしましたね。あれが爆破入りしてた時に、あれの音源が学校中に鳴り響いたというのを聞いたことがあります。私が学生の頃、インターネットで流行っていた僕の思い出とかいうやつが給食中に流れて、僕の思い出。なんだろう、それ。給食中が社会人になっちゃってるけど。あー、懐かしい。わ、ゲロ吐きやがっただ。懐かしい。やばすぎる。いや、もう面白フラッシュじゃないですか。ねえ。直下が開いたボーム。給食中の、うわ、記憶がすごい勢いで盛り上がってくる。蘇ってくる。乾燥で肌が痒くなるのもあるけど、お風呂とか温かいものに浸かった時に血管が膨張して痒くなるのがあるんです。あー、なるほどね。そういうのもあるのか。お大事になさってください、本当に。ごめん、カッパさん。B リーグのバスケの試合があるから抜けない。おやすみ。来てくれてありがとうね。リドル君が好きな方のチームが勝つことを祈っておくよ。どっちかわかんないけど。また来てね。明日もやるからね。うん。来年の漢字考えてないや。来年の漢字何にしようかな。なんか今年を表す漢字とかって、今年の漢字は、今年の漢字は、それ下手すぎん字。あまりにもひどい。はい、転がるですね。転職の転、そういうことです。新規一転の転、進展の転ですね。来年の漢字は毎年じいちゃんの家で書いてる。書道書き初めしてるの。いや、栗本さん本当に育ちが良さそうだ。すごいな。書き初めなんて自分でやったことないかもしれない。小学校であったかな。数えるぐらいしかないや。今年の漢字、ビャンビャン面のビャン、書けない、書けなさすぎる。めっちゃ複雑なやつじゃないですか。今年の漢字、転職の転にしたのは、まあね、生き方も変わったし、職場も変わったし、いろんなことが変わったなということで。来年どんな年にしようかな。だいたい楽しいと意地を当てたいところですけれども、水ペン水墨画ならやってますけど。もうカルスニックさんも多彩な印象があるな。字は汚いのな。いや、読めれば大丈夫と思いますよ。今時字を書くこともほとんどないですからね。なんか会社に社内郵便っていうのがあって、このフロアからどこどこのオフィスの誰々まで送ってくださいっていうのを社内にあるポストに入れるんだけど、それを書いたくらいですね、今年文字を書いたのは。育ちがいいのか。でも私、習字は12か3段ぐらいだったはず。もう階級があるのがもうすごいよ。水泳もやってて、ピアノもやってて、習字もやってて、しかも階級持ちってもう多彩すぎるでしょ。やばすぎるぜ、栗本さん。どんな大人になるんだろうな。楽しみだな、栗本さんの将来が。カッパ、漢字検定準2級と英語検定3級とウェブデザイン技能士検定2級と中途半端。あと何持ってた？ GAIQ 持ってぐらいだな。あと何持ってたっけな。
硬質 2QY 無事敗北そう、薬さんも入ってる、持ってるんだ。そういう何か文字の何かを。会所ですかってなんだ、会所ってなんだ、会所とは何ですか。調べてみよう。会所、会所とは漢字の書体の一つです。手書き書体と印刷書体の2種類に分かれていて、前者を会所、後者を楷書体と言います。いずれも手書き風の書体ですが、用途によって若干名称が変わります。へえ、楷書と楷書体って違う意味なんだ。へえ、ビャンビャンは漢字じゃないよって言われてる。さ、ビャンビャン麺のビャンは実はね、漢字があるんですよね。ビャンビャン麺、なんかごつい感じでしょ、ごつい感じ。通常の UTF-16 じゃ表現できない感じですね。あった、今からカッパがビャンビャン麺のビャンを書きます。刮目せよ。やべ、人のネタ使っちゃった。映画見るわ、映画見るで置いとこう。これはここに移しまして、ビャンビャン麺のビャンはこういう字ですね。こうして、こうして、こうして、こう、こうして、こうして、こうで、こうの、こうの、こうで、こう、そしてこうです。ビャン、こちらがビョンです、ビャンです。これが2個続いてビャンビャン麺ですね。うん、と奇遇なことに私も会社さんだもん。みんなすごいな。文字高の資格はもう全然持ってないな。やばくない、やばくない。持ってるみんながすごいだけ。高質は2段くらい。フロアで一挙箱冷えてんな、箱冷えてんな。あ、かずみさん、あ、か、ベロニカ、 Are you ベロニカ、かずみ、 Welcome to my stream, hello, thank you for coming. そうそうそう、思ったよりすごかった。これいかついんだよね、字が。これがもっと凝縮されてギュギュってなってるのがビャンビャン麺のビャンですね。来年のオフ考えとして、仕事の、仕事の何、何がしかになりそう。あ、でもそれも大事なことですね。お仕事にもちゃんと来年の目標を求める、持つというのは。仕事上の来年の目標は山ほどあるけど、なんか自分の来年の目標にも別で持ちたいよねと思って、その河原部エクマとしてね。お仕事だったらグラフ QL が扱えるようになりたいとか、フックスをもっと理解できるようになりたいとか、インフラアーキテクチャをちゃんと分かるようになりたいとかいっぱいあるけど、そういうのじゃなくて配信上でって感じだな。まあ、今止まっちゃってるニーヤンリプリカントの配信を続きやりたいなって思っているのと、あとはやっぱ実写配信なんかやってみたいかな。でもカメラがね、設置できる環境にないから難しいかもしれないな。料理はお菓子でも作ってみる信長どこに、信長ってな、どこから来たんだ信長。来年は6年生だからお小遣いが始まる。おー、いいね、修学旅行がある。修学旅行大事にして、マジで一生思い出になるから、修学旅行はねえ、修学旅行楽しみだね。あ、ビャンに信者なるほどね、くさりさんはビャンに熱狂している。修学旅行、カッパどこ行ったっけな、鎌倉だったっけな、鎌倉、奈良、京都、長崎だったかな。修学旅行は、そう、沖縄に本当は行くはずだったんだけどね、オイルショックの影響でなぜか長崎になってしまいました長崎もいいところだったけどね。普段行けないところに行くのも楽しいし、友達と普段やらないことをやるのも楽しいし、修学旅行は
ね、二度と味わえないよね。今修学旅行やろうとすると難しいからね。社員旅行って言い方になったりするけど、社員旅行やってる人、いや好きな人の方が少ないんじゃないかな。修学旅行はいいですね。鹿との熱いチェイスバトル、鹿せんべいを持って逃げ惑うクルソニックさん。長崎行けるなら沖縄行けるだろ。アソプスカイ頑張れよ。頑張れなかったんだね。東京都の条例で決まっていたんだ、一人当たりの金額が。旅費が足りなかったんですね。別にね、上限突破してもらってもいいのにねと思っていましたけれども、修学旅行ってなるといつもカパはイラストを描いて表紙にしてたね。みんなにエクマくん表紙描いてよって言われて、表紙描いて内側の写真絵とか描いて、それをみんながなんか落書きして改造してたね。普通にみんな改造してこんなんにしてみたっつって、ああよかったねよかったねって言って、中学の時書いてたかな、小学校の時はいつも書いてたな。いとこが高校生の時シンガポール私立ってことかな、それは公立の学校で外国を行くとこあるのかな、すごいな。修学旅行で奈良の大仏、奈良の大仏とチェイスバトルした。すごい記憶をお持ちで、あれなんかそれ見たことあるの、最近タイムラインで奈良の大仏走ってたな、鎖さんのタイムラインで。あれ追いかけられてるの鎖さんだったってこと。鎖さんの想像力はもう桁違いですからね。なんか今日いっぱいメモ書こうと思ったのに、意外とパルシェンが一番輝いてるな。映画見るのと冬コミに行くのと年末お餅食べるか。お餅ね、お餅去年買ったお餅まだ残ってるんだけどさ、お餅もちもち。あとあれだ、 LINE スタンプ出す、 LINE スタンプ、 LINE スタンプをなんとか今月中にリリースしたいと思っているんだけど、全然ちょっと難しいな。どうかな、間に合うといいな。あと4つ書けばいいんだ、あと4つ。でも全部ネタは決まってるんだけど、あと4つ何にするかをちょっと考え直したくて、どういうスタンプがあったらいいかなっていうのをね、今検討中です。年内に書き終えられたらいいけどね。どうだろうね、難しいかもしれないけど、ゆっくり待っててください。うん、使い勝手いいようにしたいんだけどね。私ね、ラーゲリより愛を込めてと転生したらスライムだった件は映画を見に行きたいの。あーいいね。前半は初めて聞いたけど、スライムって前も誰か言ってたの、あれ栗本さんだったっけ、前に誰かがカッパの配信で見に行きたいって言ってた。そういえばめっちゃ人気なんだねスライムって。汎用性の高い、煽り効果の性能の高いスタンプあるよ。ちょっと待ってね、どうやって見せようかな、それだけ見せよう。じゃあこれよりえぐいやつ欲しいかな。これ結構カッパの中ではね、煽り性能高いと思っているのがあって、ちょそれ見せよう。イラストのスタンプのこれ結構煽り顔だと思うんだけど、これどう。はい。このほっぺ腹立たない。自分で書いてて結構腹立ったんだけど、これ連打されたら多分ブロックされるよね。そんなあなたに面取りスタンプをどうぞ。アイコンの宣伝をしてきた。この範囲結構気に入ってる。あとちょっとこれ怖いかなと思ってて検討中なんだけど、このえって顔、これはこの許さんって言ってるやつをさらに上限突破した時の顔ですね、ブチギレニュアンス、ブチギレニュアンスの顔です。ちょっとかわいすぎますけどいいですね。お、煽りに使えそうだ。はい、
あとなんか煽りっぽいのあったかな。ちなみに今日の配信のサムネイルはね、この起きてるっていう眠れなくて相手してほしい時に使えるスタンプのイラストをそのまま使っているやつですね。割とサムネで登場してるやつが多いんだけど、その LINE スタンプって長い時間をかけて書くから、最初の方に書いたやつがだんだんねクオリティ負けしてくるわけ、後半に書いたやつに。だから後ろの方が埋まっていけば埋まっていくほど前半の方が消えていくっていう現象が無限ループで起こってて、ようやくあと4つ潰せばまあまあこれでいいでしょうってところにたどり着けるっていう、ね、段階に今来てるんですね。スマホ持ったら絶対カッポさんのスタンプ買いたいな。ありがとう、楽しみにしてるね。買ってくれる日を、スマホが持てる日を。今の子ってどれくらいで携帯持つんだろうね。ガラパゴス携帯の時はカッポ小学生3年ぐらいの時から携帯電話持ってたけど。リュウクル連絡官ありがとうございます。もしかして私の命日ですか。生きて生きて、いつかカッポのスタンプを買ってくれ。あとはね、お仕事で使えるやつとかで、一番最新で書いたのがね、これ今ラフの段階なんですけど、なんか一個ぐらいよくわからんやつ混ぜようと思って、カパキチ君を抱っこしてるエクマ君のねラフを一つ用意して、これを今日の夜書こうかなと思って、で書き上げた一番最新がこれだね。ご飯食べに行きましょうよのねやつ、これ背中のキュウリが意外と気に入っている。カゴ他のスタンプに比べてこのスタンプだけちょっと気合入って描いちゃったからディティールが高いっていう、ハイディティールのイラストになっております。私は中学からだったな。あ、じゃあクリムトさんもワンチャン2年後にはスマートフォンゲットするかもしれないね。小6だったら持ってもいいかもしれないけどね、どうなんだろうね。今高校生でもさ iPhone の高いやつ持ってる子いるからね、その辺のさじ加減今時のみんなはどうなってるんだろうか。私高1でガラケー、そして同級生の8割がスマホを利用した。戦ってきたんだ、まばたきもしない派さんは。うーん、自由に過ごせる大人になって好き放題していると見た。筋彫りとか墨入れしてあるんですね。どこかな、ん、筋彫りってあれかな、線の話かな、どこの話かな。プラモデルになっちゃった辻森って言われた瞬間に。ハンバーグさんだと思うんだけどな、この名前をめっちゃ変えるチャーハンさんって。戻ってきた、おかえり。もう声が出ないくらい可愛い親がいるからできないけど、外でカッパさんが可愛いって発表したいんですけど。ありがとうね、クリムトさん、本当にいつもありがとう。大学でスマホデビューのワイグミの見物。それまでずっとガラケーだったってことですかね、草薙さんは。ディティールアップといえば筋彫りとす、あーなるほどね、そういうことか。なるほどね、あーやっぱガンプラで当てたんだね。あのイラストだけディティールが高いって言ったから、そういうことになったのか。あと一歩カッパの理解力が足りなかった。でもプラモデルというところにはたどり着いてた。最近あのプラバンっていう YouTuber の方がいるんですけど、すんごいかっこいいプラモデル、動画がすっごいかっこいいプラモデルを作る人がいるんですよ。その人のチャンネルひたすら見てる。寝る前とかに、あーストライクフリーデムが出来上がっていくなーっていうのを眺めて、動画作るだけでも相当時間かかってるよね。ハンバーグだよ。やっぱりハンバーグだ。名前が日々変わっていく、マキキライチャーハンさん。初見さんですかって聞かれてる。あれ、なんか食べ物変わった、食べ物、どっちの食べ物、ハンバーグさんがチャーハンになったことか、机に乗ってる食べ物は変わってないけど、はじゃあチャーハンさんになったのだね。プラバンさんのナイチンゲルがねえ、すごいよね。プラバンさんどのチャンネルもすごいから、どの動画もすごいから、ガンプラ作らないけどついつい見ちゃうよね。ハンバーグよりチャーハンの方が好きになった。好きな食べ物の名前にするんだ。日々名前が変わっていくね。カッパも結構時期によって好きな食べ物変わってくから。私は初見です。変なところに行った、唐辛子が。格的の唐辛子が変なところに入った。いやー、
配信してるともう本当に毎日逆算の高い人が来てくれて嬉しいです。職権です、車検です、社畜です、社畜、本当に社畜が合ってたら怖いな。助言です、何を助言してくれるんだろうか。ああ、ハンバーグさんがチャーハンさんだったとは、騙されたわけぞ、騙されてた。アイコンまで多分変わってないからね、カッパは気づくことができましたね。せめてね、アイコンは変えないでほしいよね。名前かアイコンかどちらかにしてほしい。本当はずっと変わらず一つ決めた名前を使ってくれるとみんな助かるんだけどね。名前を毎日変えるタイプの人もいるからね、それはその人の楽しみ方です。カッパはさっきの好きな食べ物の話になるけどさ、なんか自己紹介とかが一番苦手で、何よりも自己紹介が苦手なんだけど、好きなものなんですかって聞かれるのが本当に苦手なのよね。食べ物が特に。シーズンごとによって体調も違ければ好みも変わるから、この時期何月から何月はこれが好きだったけど、次の月にはあんまり好きじゃありませんみたいなことが平気で起こるのね。カッパって何でも食べれるんだけど、今は春雨スープが一番好きな時期なの。だから好きな食べ物は春雨スープなんだけど、多分1ヶ月ぐらいしたらね、春雨スープあんま好きじゃないですねってなってる多分。食べすぎてあんま好きじゃなくなって別のもの食べ続けてっていうのをね繰り返すタイプなんだよね。50分の1の確率で名前がエイプリル松崎にかかります。50回配信したら1回はエイプリル松崎になるということか。楽しみだな。未来予知できます。カッパさんはこの後も喋ってます。どういうこと？それは未来予知なのか？電磁だよね、それ。あ、どうなの？あ、チェーンソーマン、あ、あれ？上か？アイコンチェーンソーマン。あ、そういうことか。チャーハンさん？ハンバーグさん？どう読めばいいんだ？ハンバーグさんのあのアイコンがチェーンソーマンなのか、カッパから見たらなんか漁師さんなのかなって思った。実写の漁師さんかなって思っちゃったけど。すごい離れてみるとさ、あの傘をかぶったおじさんが網を、なんか青い服、青と白の服を着たポロシャツみたいのを着た色黒のおじちゃんが網をこう船の下からういしょって持ち上げてる最中に見えるから、なんかおじさんなのかなと思ったら、近づいてよく見たら確かにこれチェーンソーマンだね。全然気づかなかった。ちょ、危ねえ、初見じゃないことがバレてなさそう。よかった。どういうこと？初見じゃないことバレてなさそう。え？バレてるよ。なんなら一番最初からバレてるよ。そこはキュウリでお願いします。あ、キュウリはね、いつでも一番にしているけど、キュウリを除いたらって言われたらちょっと変わってくるよね。キュウリいつ食べても美味しいからね。夏に食べるのが一番美味しいんだけどね。カッパが一番元気なのは夏ですから、38度の真夏日に猛暑日にいるのが一番楽しい、テンションが上がる。そんな時に露店で売ってる一本キュウリ、あ、一本キュウリの一本漬けを食べるのが何より楽しいですね。幸せですね。なんか京都の端っこの方とか行ったりさ、観光地とか行くと真夏にね、大体屋台があってさ、キュウリ売ってるんですよ。あれが美味しいんだ。だ、衛生面がどうだみたいなのよく言われるけどね、家で作れるじゃないかとか言われるけどね、外であれを食べるのが美味しいんです。そういうことです。チェーンソーマンって漁師なんですね。ここでチェーンソーマンが漁師になってしまった。新しい設定が生まれてくる。もうハンバーグでいいだろ、名前。ハンバーグで、じゃあハンバーグさんにしとこうか。クリムトさん名前変わらないよ。ありがとう。クリムトさんはずっとクリムトさんだ。チャーハンさんも14日間変えられない。俺のアイコンを見てくれ。目がチカチカするだろ。なんか黄色と白になった。ツイッターと同じになった。いや、ワド大根さんの名前めっちゃいいよね。覚えやすかった。大根と思って。衛生面とかしょっぺいこと言う人おるんですな。そう、なんかね、屋台をもともとやった人、その屋台の露店を売ってた側の人、要はサークル参加してる人ですね。祭りにサークル参加してる人たちがリークしてたんだけど、結構ね、衛生観念やばいらしいから、気をつけた方がいいよっていうのを言ってて、で、そのキュウリの一本漬けが特にやばいらしい。知らんけどね、本当かどうかわかんないけど、そういう噂聞きましたね。キュウリ嫌いめう、あらー。残念。キュウリ以外にも美味しい野菜はたくさんありますからね、それを食べて楽しく生きてくれればと思いますけれども。栗本さんの嫌いな食べ物なんだろう。ハンバーグとか、ハンバーガーとかかな。逆に
大根のインパクト大きいみたいで和戸大根から変えられなくなった。あらー、もう大事にして。そのね、和戸大根っていう名前はね、一生使っていけばきっと宝物になるから。オラオラー、ウェルカムトゥマイストリーム。ベロ、ロングタイムノーシー、久しぶりだね。海外のリスナーさんは名前があんまり変わらないから助かる。でもベロはベロニカとは違うのかな。確定がもうそろそろなくなる。ちっちゃいやつにしといてよかったな。スパニッシュ、いや、スパニッシュ。大根を大切にしなきゃですよね。そういうことだ。うん。一回作ったハンドルネーム、結構カッパも長い間同じハンドルネーム使ってたけど、ネットで生きてる時に変えると結構心機一転していい気持ちになるんだけどね。なんか、いや、これは自分だけかな。なんか振る舞いが変わるんだよね。やっぱ名前が変わると性格が変わるみたいなところがあって、自分は和戸大根だと思ってずっと生きていくと和戸大根という生き方になるんだよね。なんかその名前から受けるイメージで。これカッパだけかな。結構その文字列からもさ、雰囲気ってあるじゃない。その雰囲気、和戸大根っていう文字から感じる雰囲気、カッパめっちゃ好きだからね。その名前を使い続けていけば和戸大根さんもきっと豊かな人生になるんじゃないかなってなんとなく漠然と思うよ。うん。アイコン変えてきた。あらあら、なんか青くなったね。今度は魚の練り物とマカロニとかを切る。あ、そうなんだ。ちょっとあれかな、にちゃにちゃ系が得意じゃないってことかな。カッパかまぼこすごい好きなんだよね。年末、違う、年始か、おせちの代わりにスーパーでかまぼこと数の子だけ買ってきて、それをむさぼり食うっていうのを毎年やってる。今年はどうなるか分かんないけど。でも練り物苦手って他は何だろうね。はんぺんとかもあれ魚の練り物だよね。あとわさびのり太郎とかも、でもあれはパリパリだからいいのかな。可愛くね、可愛いね。これ誰、あの、なんだろう、なんか見たことある気がするな、そのイラストレーターさん。名前よくなんて呼びますと聞かれるほど呼びにくいらしいですね。私は肉とでも呼びにくださいって言ってますが、そう呼ばれたことがないですね。ゲセなクルーズ肉さん、別に呼びにくくなくない。クルーズ肉って言いやすいけどな。わざとまねぎになってる。わあ、裏切られた。和戸大根さんに裏切られたよ。嘘だじゃないよ。もう和戸玉ねぎになってるんだよ。オニオンになってるんよ。まあ玉ねぎもね、確かに美味しい。うん、大根も美味しいけど玉ねぎも美味しいね。大根といえばうどんじゃない、おでんだけどさ、玉ねぎといえばカッパは油そばなんだよね。油そばに生のカットした玉ねぎを死ぬほどぶっかけて食べるのが美味しいんだ。うん、辛みがね。でも食べ過ぎると気持ちが悪くなるからね、お気をつけてもろて。ネギ系好きなんだよね、本当に。さすがに大根に戻しますけど。あ、戻った。戻りましたね。クルさんはクルさんだよ。あ、クルーズニクさんはクルさんの、クルさん派もいるんだね。そういうの好きだと松前漬けとかも好きそうですね。松前漬け、名前は知ってるな。松前漬けってどんなんだろう。松前漬け、おせちに入ってるやつ。あー、これはね、あったら食べるけど好んで会話しないっていう感じかな。嫌いではないね。でも子供の頃にさ、これ苦手な人って結構いなかった？ジョリジョリするじゃない。不思議な食感だから苦手な人多かったかもしれないような印象がある。エクマはクマ、エクマはクマ。違う生き物になってしまいました。無理に訳さなくていいのよ。それこそカッパでもね、いいんですけどね。あー、クロスニークさんはね、クロスニークだったのでね。ひらがなの方が可愛いよね、クルースニックさん。めっちゃ似合ってる気がする。そのなんか文字から伝わってくる人柄から、ひらがなクルースニックっていう、音は固めなのにビジュアルは柔らかいみたいな、それすごくいいと思います。リアタイにユーザー名で表示変わるんですね。あ、そう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 、変わる変わる。でも和戸大根さん、名前ポンポン変えれるのはどういうことなんだろう。
14連時間固定ってどうなってたんだっけ。松前漬けは地域の差が出て海鮮系入れたやつが結構出回ってる。入ってないやつがあるんだ。カポン、カズノコが入ってるやつしか知らなかったよ。昆布とカズノコと相棒いっぱいあるから買い放題。色がいっぱい変わる。ウニとカズノコ入ったやつが美味しかったです。あー美味しいよね、それはめっちゃわかる。あの松前漬けのお寿司があるだよ、軍艦。松前漬けこれが乗ってる軍艦がウニ軍、なんだっけ、ウニイクラ軍艦だっけな、なんかめっちゃ美味しかったの覚えてるわ。It was a long time since I see you, saw you. Yes, are you good? How are you? 元気でしたかね。 How have you been? How have you been? How have you been? わからん、なぜか無限に変わられる。でもカッパも無限に変わられる気がするんだけど、なんか違うのかな、設定か何かが。カズノコって何が美味しいの？食感とか味美味しくないだろ。あら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 、カズノコはカッパ子供の頃から好き。なんかね、噛んだ時に音が鳴るのが好きなんだよね。貝類もさ、噛んだ時にコリコリって言うでしょ。カズノコもさ、ボリボリって言うでしょ。キュウリもさ、コリコリって言うでしょ。それが好きなんだよね、あの食感が好きなんだよね。うん、しかも醤油かけたら美味しいから。醤油かけなくても美味しいけどね。カズノコは美味しいのとまずいのとね、すごい差があるから、美味しいカズノコ食べたら変わるかもしれないね。Hi guys, welcome to my stream. エクボさん、こんばんは。こんばんは、guys. Thank you for coming. まあ英語でもバリバリ喋れるようになりたいけど、今のところは挨拶しかできないですね。野菜を食らえ。野菜好きだよ。野菜はいくらあってもいいね。いや、好きな食べ物がキャベツだった頃は無限にキャベツばっかり食べてた。そういえばキャベツを一玉買ってきて、それをひたすら食べる分だけ千切りにして、なんか塩とかかけたりドレッシングかけたりして食べて、もうお腹いっぱいになるまでキャベツだけを食べてる時があったね。なんか貧乏生活みたいだけどさ、好き好んでキャベツ食べてたよ。食べ物は学会で第一印象で好み変わるとか言われてますよね。ああそうなんだ。やっぱ美味しいものを最初に食べた方がいいよね。コスプレイヤーペインティングルックグッド。コスプレイヤー、あ、クロイスだ、クロイスだ。ペインティングルックスグッド、 Thank you again. I really like クロイス。クロイスだっていうのはパルシェンのことだね。うん、 Thank you so much again. Do you like クロイス？これを焼かずに食べれますか？あの馬刺し好きなのよ。馬刺し、英語でホース刺身って言うんだ。I love ホース刺身。うん、体調悪い時に食べると体調悪いのと紐付けされて気分が悪くなることがあるそうで、絶対ではないでみたいです。ああそうなんだ。でもファーストインプレッション大事だよね。ユッケはどうですか？ユッケも大好きです。うん、馬刺しユッケも好きだけど、あのね、大阪に国から許可をもらって牛肉のユッケを出してるところがあって、特別なちょっと高いところだったんだけど、あそこで食べたユッケ本当に美味しかったから、ユッケってなんか食べたい人は体調とかないがしろにして食べるんだなっていうのはよく分かった。母からハリボーをもらってきました。グミも美味しいよね。カッパはグミも大好きな、そのグミ好きグミ好き、特になんだっけ、ハードのさ、なんだっけ、硬いやつが好きなんだよな。ちょっとゴミ、もう見えないとこまで落ちちゃったかな。あ、もう見えないとこまで行っちゃったわ。あの硬いグミがあるのよ。サワーズのさ、四角い版なんてんだっけ、あれ、硬いグミ、タフグミだ、タフグミっていうねやつがめっちゃ好きなの。タフグミ、 I love タフグミ。これコンビニに売ってるからぜひチャレンジしてみてください。めちゃめちゃでかいタフグミもあって、それをね1日で食べるくらいグミ好き。
久々に砂時計になります。私こそ砂時計の時期とかあるんだね。Yes, Crusher is good Pokemon. Good defense and ability. Oh. Ah, I think Crusher, attack is more better than ability for Crusher. 確かアタックの方がいいじゃん。Speed and attack.are very high quality. 絶対違う。絶対違う。絶対違うな。俺グミは男梅グミしか食べない。男梅グミも美味しいよね。タグミよく買ってる。エナジードリンク味と果物系。そう。3種類の味があるんだよね。で今最近ね、なんか新しい味のが出てるんですよ。タフグミ。それこの間コンビニで爆買いしてきた。もうなくなった。あれ本当に好き。イクラってあるじゃないですか。私カッパ寿司でイクラ軍艦食べて顔にブツブツできたから、ああそれは怖いね。いやなんか体に何かがさ変化が起きると怖いよね。確かにね。カッパは正直ね、スパイスがすごいこだわってますみたいなカレーを食べると唇がね荒れるっていうのを一回経験して、ちょっと切れるとかちょっと痒くなるとかじゃなくて、もうただれるんですよ。ただれたことがあって、怖くてあんまりなんかスパイス頑張ってる系のカレー食べられないんだよね。なんかそれ以外が頑張ってないとは言わないけど、なんかスパイスが入りすぎて結構ザラザラ感があるカレーあるでしょ。ああいうのはちょっときつい、怖いなって思う。ココイチとかは全然平気なの。昔食べながらな、サンドの飯よりゲームが好きだし。あー体調気をつけてね。無理、ゲームに集中しすぎてあの栄養失調とかなっちゃダメだよ。グミ is pronounced like gummy. あ、ガミ。あ、thank you. Tough gummy?Is it correct? Yes, Crusher has lot of good attacks. I like Chinchou and Wishiwashi too. Chinchou and Wishiwashi, what is this? なんだろうそれ。Chinchou? Ah, hey!チンチョウっていうんだこれ。あ、こんな名前だったっけこれ。 In Japanese チョンチー、チンチョウ、チンチョウ In Japanese チョンチー、似てるね。で、わ、ウィシワシは、ウィシワシ、ウィシワシ、おノノノノ、よいしょ。We, she, wa, she, is, oh, in Japanese, yowashi, yowashi, wishiwashi, wishiwashi is called yowashi in Japan. Oh, that's good. Yes, no, it is correct. Thank you.マッサマンカレー美味しいからおすすめしたいけど、そうなるけど難しそうですね。あー、そうかもしれない。普通のレトルトカレーと同じビジュアルのカレーだったらね、安心して食べれるんだけどね。俺の1日の時間は30時間。羨ましい。時と精神の部屋が6時間もあるのか。24時間作業して6時間睡眠、いや、26時間作業して4時間睡眠で行きたいです。私の友達でフォトナー合計で3000時間、2000時間、2000時間。モーサーがいっぱいおるんよ。でもみんなフレンド申請してくれるときさ、スプラトゥーンのプレイ時間もうおかしいもんね。数百時間が当たり前みたいになってもんね。145時間くらいかな。でもそれくらいだよね。それを4桁いってるのやばいよな。ねえ。俺も最近フトナーやってないな。フトナーいつやろうかな。ちょっと新しいこと始めるなら年明けがいいかなと思ってるんだけど、どう？1月からフォートナイトちょっとやろうかなと思ってるんだけど、多分土日はあんまりやんないかもしれないな。平日にふいってやろうかな。今でしょ今。ダウンロードもしてないけれども、でも正直気になるよねフォートナイト。建築しながら打ち合いするんでしょフォートナイトって。確か APX とマイクラが合体したやつって聞いてるけど合ってる認識。一番やつだもん、アイスボーンでも300時間。まあね、社会人になると4桁はもうプロゲーマーの域よね。
カウパイさんがやると知って最近は頑張って練習してる。あら、ありがとう。カッパをキャリーしてくれ。あれってチームでできたりするのかな、同じ部屋作ってとか。ポケモン始めて大体3時間ぐらい、プレイ時間が200時間。今いくつなんだ、ちょっと見てみよう。カッパのポケモンのプレイ時間を、これどうやったら見れるんだろう。プロフィールか。ポケモンはね、今ね60時間以上プレイですね。スプラトゥーンが145時間以上、マリカが5時間、ポケモンのソードが175時間、あとはみんな、あ、動物の森が30時間以上プレイしてるけど、他はみんなね10時間未満だね。そんな感じになっておりました。だからそう考えると1000時間ってやばいよ。結構やってたつもりだけど、カッパも1000時間ってやばいな。1000時間費やしたらもうそれ才能になるよね、何かしらの。そんだけ時間、人生の時間をそれに費やしたら何かのスキルとしてもう身についてると思うよ。どういうとこに生かされてくるか分かんないけどさ、同じことを1000時間もやったら、それがそこから抽出される何かしらのスキルが自分のものになってるはずだからね。何かをそんだけたくさんの時間続けられるっていうことはね、自信を持った方がいいと思う。ポケモン始めて大、あ、これさっき読んだやつ。スマホゲーだともしかしたら結構やってるかも。あー、スマホゲーか。スマホゲーって今何が流行ってるんだろうね。あの、なんだっけ、引っ張るやつ。なんだっけ、あの、引っ張りハンシューティングのモンスターハンターじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あ、モンスト。そう、モンストが流行ってた頃から、もうスマホゲー界隈は全然覗いてないから、未だにもう、あの、パズドラをやってるよっていう友達がいるくらいで、全然スマホゲーの情報キャッチアップしてないや。建築なしの試合もある。あ、そうなんだ。フレンドとできる。ありがとう。参加型かな、やっぱね、それもね。スプラは2ヶ月で700時間。やばすぎでしょ。相当やばい。ドールでみんなエスプラ行きまくってるわけですね。ただいま、お帰り。試合じゃなくて試合の振り返りだったから帰ってこれた。あ、そういうことか。みんなモンストもちょっと聞いてくれてる。ありがとう。モンストだった、モンスト。引っ張りハンティングのやつ。モンストもやってた。あとね、オセロニアもやってたな。あとスマホのゲーム何やってたっけな。再現の犬なので、グラブルとウマ娘は永遠とやってるので、特に前者はそれなりの時間使ってそうです。再ゲーム好きなんだね。グラブルもすごい流行った。あと FGO もめっちゃ流行ってるよね。ずーっと流行ってる。ウマ娘もそうだね。ウマ娘は、前職、転職する前に結構話題になってて、職場で。どういう話題になり方かっていうと、なんか1ヶ月でうちの、なんだっけ、なんか会社の期間とかはどっから何月までから何月までとか、そういうのはちょっと忘れちゃったけど、どっかの部署だったか会社だったか忘れたけど、何かの目標の数字があって、でその目標の数字をたった発売から1ヶ月で達成してて、なんか俺たちってなんで仕事してんだろうみたいになってるかわいそうな人たちがいた。規模が、そのビジネスの規模が違うからさ、そりゃそうなんだけどさ、その突然現れた馬娘に自分たちが目標にしてる数字をシューンって抜かれてて、なんか悲しくなってる人たちがいたな。世知辛い世の中です。レアキャラいっぱい持ってるよ。あー、やっぱみんなスマホゲームやってるんだね。スマホゲームやりつつの数千時間費やしてるんだ、スイッチのゲームにも。一体どういう時間軸で生きてるんだみんなは。すごいね。ウマ娘久々にしようかな。あ、ぜひあのお気に入りのウマ娘たちに会いに行ってあげてください。 3DS でモンストのカセット、モンストってスマホゲーじゃないのか。もう他のプラットフォームにも移植されたんだね。ゼルデンのブレイワイ、え、これ桁間違ってない？本当に1万、1万時間って何？1万時間って何？1万時間、すごいな。思ったより悲しいお話だった。そう、カッパにとってウマ娘はその印象が強すぎる。にゃんこ大戦争、へえ、あれもすごい流行ったね、そういえばね。へえ、
懐かしい名前がいっぱいある。帝王ウンスマヤが好き。東海帝王ってやつか。それは知ってる、さすがに名前。なるほどね、ウマ娘は触ったことないな。1万時間って何日だ。1万時間何日でも1万時間の法則っていう言葉もあってんの、そういえばね。なんだっけ1万時間の法則って。1万時間の法則とは、特定の分野で世界的な一流になりたいのであれば、それに1万時間の練習や実践が必要だということなので、リドル君はもう世界的な一流のゼルデンのブレワイプレイヤーということですね。うん。すごいな、本当に。1万時間。416日、1年以上の時間を寝ずに食べずに休まずずっとやった時間が1万時間だって。すごいね。YouTuber の人に健太で2万時間の人、やばいね。それこそもう一流だね。ポケモンでご飯がた、いやでもさ、 YouTuber だからそれは正しい姿なのかもね。そう言われてみれば世界に通用するポケモンプレイヤーってことでしょ。2万時間ってすごいね。ナコルシも知ってるよ、プミトさん。ガチでやってるよ、2週間前くらいに達成した。すごいな、世界的プレイヤーだもはや。3つあげるならカフェブルボン北さん。あー、北さんブラックは知ってる。ほぼ寝ずにやってる。あー、そうか、睡眠時間も大切にね。ディープインパクト来たら出るまで。あーガチャね。天井じゃない、天井あるのかな、それを目指す。天井に来る前に引くのを目指してやるやつか。一流のリドルさん、そういうことですね。一日6時も仕事や、それは。ウマ娘、あ、ハンバーガーさんもやってたんだ。ハンバーガーさん、ハンバーグさん、もう分かんなくなっちゃった。育てるの面倒くさくて言った。育成ゲームなんだね、あれもね。ショートスリーパーいいね。やっぱ社畜だった時ショートスリーパーだったんだけど、最近ちゃんと寝ないと日中眠くなるようになってきた気がする。昔は割と4時間睡眠とかでも余裕だったけど、今も時々4時間睡眠の日があるけど、日中ちょっと眠いもんな。8時間睡眠の方が確かにパフォーマンスは高く感じるから、ショートスリーパーではないんだと思うんだよね、自分で。ちゃんとショートスリーパーの人は本当に羨ましいよ。それだけの睡眠時間で全力が出せるタイプの人ね。スマホゲーだったらテンスラのゲーム、テンスラゲームもあるんだね。ハンバーグさん何でもやってるんだ。建国のやつ、建国のやつ、国を作るの。ペンスラ、ペンスラスマホゲーム、魔王と竜の建国単勝、単勝建国単か。ゲームシステム、かっこよ。しかも普通に 3D ゲームなんだね。今時のスマホゲームって進化してるんだな。カッパゲームクリエイターに目指したくて、それで大学行ってたんだけど、その頃ってスマホで 3D ゲームって言っただけで相当すごいものだったんだけど、もう今は当たり前になったんだね。デバイスも進化しているということです。村発展させてくやつでしたっけ、話題になってたな。あ、そうなんだ。なんかそんな感じする。でも確かにバトルもしてるけどね、捕食クイーンストとかやってるよ。鬼が出てくるんだね、角生えてる人がいる。へえ。その前に別のテンスラのゲームもやってる。あ、2作品目なんだ。へえ。今はこういうのが流行ってるんだな。アニメは今やってるやつなの。タイトルからしてもともと小説だったっぽそうな気配がするけど、あ、見てるってことはアニメなんだね、これね。
魔王流祭っていうのが一個前なのかな、これの中のものなのかな、まあ、いずれにしても1周年記念してるから歴史もちゃんとあるんだね。へー、なんか最近のアニメとか、なんかクールが変わるとさ、今年のアニメはこれを見ますって表明してる人が前職にも今の職場にもさ結構な人数いるんだけど、毎回追えないからちょっと寂しい気持ちになるよね。少なくともガンダムは見たいなと思ってるんだけどさ、水星の魔女毎週日曜になるたびにトレンド入りするからね、一気見の配信でもしようかなと思ってるんだけど、ちょっとでも Amazon プライムとかで見れるのかな、まあ、見れたとしても Amazon プライムに参加してる人が少なかったらね、ちょっと一緒に楽しめないから、カッパのチャンネルで参加型じゃない、同時視聴の配信をするのってどうだろうなってちょっと思ってるんだけど、悩みどころだよね。アマプラで見れます？あ、そうなんだ。どう？同時視聴やろうかな。やめとこうかな。でも、あ、それこそ来年の抱負にしよう。やったことない系の配信やるっていう。やったことないやつやる。ちょ、ペンが太いですね。例えば実写とか同時視聴とか。同時視聴やるってさ、ツイッチの方がいいらしいんだけど、正直ツイッチの方がさ、Amazon プライムと連動でさ動かせるから見る人も楽ちんっていう話があるけど、リスナーさんのことを考えると多分ツイッチのアカウント作るのめんどくさいだろうし、そもそもアマプラないよっていう人もいるかもしれないし、悩ましいよね。エグマ何食ってんエグマでいいよ。今確定食べてた。あとお刺身が残ってるからお刺身を倒そうと思ってる。そっかな。お気づけも食べたいからちょっとおかわりしよう。こぼさないように隣のお皿にこう移しています。よいしょ、よいしょ、オッケー。しおんしとこかい、どういうことどういうことだい、何かのネタバレか。まあ、みんなが Amazon プライムのアカウントを持っているんだったら、ツイッチかな、ワンチャンスツイッチかな。でもアーカイブ残らないからね、ツイッチって。あ、残そうとすれば残るんだけどさ、チャット側とかが残らないから、YouTube 上でやろうかな。YouTube でタイマー表示して、パンパンパンっていうタイプで。おい、エクマ !1000 円やるからメロンパン買ってこい。おお、優しい。優しい。普通に労働に対する対価がある。嘘かもしれんけど、友達がアカウントの設定100歳にしてるから YouTube の高校、あ、服落ちるばっかり出てくるって言った。あ、それは多分ね、合ってると思うよ。ちゃんとターゲティングされてるんだね。100歳にターゲティングする広告なんてないと思うけどね、逆に。俺の姉は一番くじでヒーロー当てて帰ってきたよ。ヒーローって何のだろう、テンスラの話かな。か、一番くじの話でさ、多分この話したことないと思うんだけど、あのユニコーンガンダムがめっちゃ出たての時に、ユニコーンのガンダムヘッド、その頭、すごい大きいガンダムユニコーンの頭がね、あの特賞だったの、 A 賞だったのかな。で、店員さんが頑張ってそのガンダムユニコーンの一番くじを設置してたのね。やっぱあんま興味なくて、その時ガンダムに、おー、ユニコーンガンダムか、見たことあるなと思って、そのシードは見てたんだけど、ユニコーン興味なかったから、おー、なんかガンダムあるなと思ってコンビニで買い物してて、うーんって、で、その時に何だったっけな、
なんだっけ、ちょっと肝心なとこ忘れちゃったんだけど、なんかの都合があって、よし、しょうがない、一回引くかと思ったのね。あ、そうだ、思い出した。店員さんが頑張ってその一番くじを設置してる時に、あの、もう一人の店員さんとなんかその、設置中の店員さんが喋ってて、なんか、先輩だったのかな、お、設置頑張ってんね、みたいな話をして、で、その店員さん、設置中の店員さんが、なんか、頑張ってこれ引いてもらった人に、が当たるといいなーとか言ってたの。カッパ全然興味なかったの。でもその話を聞いたら、もう設置今終わったとこだし、一回引いて景気づけでもしてあげるかと思って、全然興味ないけど、一枚じゃあお願いしますって言ったの。お、最初のお客さんですねって言われたの。一枚だけだよ、一枚だけ買ったんだけど、特賞当てちゃったんですよね。ちょっと、せっかく設置したばかりのところを特賞をもぎ取っていっちゃったから、応援するつもりが会場をちょっと寂しくしてしまうという、そんなことがあったのを思い出しました。あれは爆運だったな。交換してもらえばよかったけど、一番くじって交換できないからね。普通にもっと小さいなんかタンブラーとかが欲しかったかもしれないクソデカガンダムヘッド手に入れた思い出が。 I would like to understand your language but I only speak Spanish. Ah, Spanish. Sorry, I cannot use Spanish.I can understand English a little and Japanese. Thank you for your English comments. I can understand. 労働費労働費ありがとう。労働費で走るパシリ、ホワイトデクサ。普通にお金もらえないこともあるからね、パシリは。書店で届けを刺すエクサさん。いや、あれ本当に印象的すぎて悲しい気持ちになっちゃったね。そろそろ作業してくる。あ、曲作りしてないと思ったらお間違いだぞ。ぜひぜひ頑張ってくれ。どんどん作品を出して、そのうちチャンネル登録者数を1000人を超え、収益化を迎えて、どん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 伸びていこう。一緒に頑張りましょうね。いってらっしゃい。リムル待ってるグルートだった。あー、テンスラの一番くじか。一番くじのネタはもうね、今のガンダムユニコーンの話がね、最高だねあれ、あの話を超えるガンダム、違う一番くじのネタはないな。一番くじを1回だけ設置したことあるけどね、昔働いてる時に。自分では引くことなかったけど、一番くじのオペレーションって結構大変だったけど面白かったな。くじ引き系ってあんまりもう引かなくなっちゃった。宝くじ、そうだ、宝くじ買わなきゃ。あれはね、当てるために買うんじゃなくて、宝くじ買った？買ってないっていう会話をするために。お、宝くじ開封のやつやる？開封、宝くじの配信やるか。まだ売ってんのかな、ジャンボ宝くじって。年末こっちか、年末ジャンボ配信ワンチャンス。いくまさん、宝くじ買う派なんだ。あの、買うときは買うし、買わないときは買わないって感じですね。でも例えば YouTube とかで、ね、別の配信者とかさん、配信者さんとかがなんか宝くじ買うって言ってたら、お、じゃあ推しが買ったならカッパも買おうかなみたいな感じで買うことがあるって感じですね。あれ当たったら相当だからね。もう悩みが何もなくなるからね。一気に、どうしよう。1億円とか当たったらどうしよう。1億円当たったら税金で半分持ってかれるとして、5000円手に入るわけでしょ。5000円あったらさ、5000円じゃない。5000円はやばい。辛いすぎる。9,999,4,500円持ってかれてる。5000万あったら、まあ、まず引っ越すし、配信機材買い替えるし、多分ファン、あの、イラスト発注しまくると思うな、好きな人に宝くじコストクソクソデカサーモン当たってほしいコストもクソデカサーモン。あれって自分で砂漠式なんですかね。最初のサーモン大好きだからな
コストコクソデカサーモンはお金当たったらいくらでも買えそうな気がするけど。宝くじ当たるといいな。モニターをいつ買うかみたいな悩みを持たなくて済むからね。一回金銭価格ぶち壊れたら戻れなくなりそうだから、生活水準は変えずに言いたいと思いますけれども。サーモン好きすぎてお肌もオレンジになっているのか。それってあのエビと同じ理屈ですね。エビも確かフラミンゴとかエビって赤い色素が入ったものを食べすぎてあの色になっていると聞きます。サーモン、アザイコンさんからサーモンが贈呈されました。人間もさ、みかん食べすぎると肌オレンジになるらしいよ。あれ迷信だと思ってたけど本当なんだって。アスタキサンチンでオレンジなのかも。アスタキサンチン、アスタキサンチン、あーあ、アスタキサンチン、とてもすごいよ、すごい、とてもすごい、アスタキサンチンだよって曲がお友達のチャンネルのエンディングテーマですね。作詞作曲袖を乾かねえ。アスタキサンチンをこんなとこで聞くとは。親戚でみかん食いすぎて直下型直下型ボーム。アスタキサンチン、アスタキサンチン、サンチンじゃなかったっけ。アシタキタシン、あ、違うやつになってる。アシタキタシンってなんだ。アシタキタシンの方が正しいってこと。調べてみよう。わからないことは、うん、アスタキサンチンと、ちょ、アシタキタシン、アシタキタシンはないようですよ。アシタキタシンはないようですよ。うん、逆にアシタキタシンって名前つけたらエゴさんもう確実に乗っ取れるよ。とてもつもないブルーオーシャンのワードです。ワドダイコさん、アシタキタシンワンチャン何かの創作物の名前に使えますよ、これは。アシタキタシン、ただの誤字だった。検索して出てこない文字を自分の名前にするって本当に有利なことだからね。名前付けをするときは検索してみてヒットしないことを確認するのが良いと思いますね。うん、ワド大根さんなんて、ワド大根さんしか出てこないでしょみたいな、そういうことですね。カワラベイクマもカワラベイクマしか出てこないからね。ワンチャンカッパエクマでもいいしね。読めることと検索して他に出てこないことが創作活動する上で大切だとカッパは思います。うん、唯一性、そういうのをユニークさって言ったりするけど、ぜひ何か創作活動するときはお名前を検索してみることをおすすめします。やばい、お刺身が若干ぬるくなってきた。残りちょっと冷蔵庫入れようかな。待って打つと予測変換に絶対にワドダイコンで出てくるようになりました。いいことだ、自分の名前が一番上に出てくるのはいいこと。まあ、ただ見バレしないようにね。別にリスナーさんだったらいいのかもしれないけど、ワドダイコンって何って言われてさ、検索されたら直撃でバレるからね、自分しか出てこないと。でもカッパは割と見割れもクソもないかもしれないな。うん、オンもオフも全く一緒だからね。声もよくすぐにその人と分かる声をしていると言われるから、発見された瞬間にもうすぐ分かる。カって言ってカッパが出て、なんでカッパお前最一番上に出てくるのみたいになったら、あってなるね。カッパだけだったら大丈夫か、別に。えって打つとエクマが出てくるので、エクマっていっぱい打ってるっぽいです。愛だ、それは紛れもない愛だね、ありがとう。はじめさ、カッパさん一食しか食べないって言ってたじゃん、体が大丈夫？あ、大丈夫大丈夫、今んとこは大丈夫だよ。なんか一食しか食べてなくてもカロリーが取ってないわけじゃないかな。なんか小腹空いたなと思ったらチョコレートめっちゃ食べてるし。栄養だよね、やっぱね、心配なのは。
栄養バランス大丈夫かなって思うこともあるけど、その一食食べてるものが結構その完全栄養食的な栄養を考えたお弁当みたいなのがあって、それを食べてるんだよね。だからそんなに急に体調が悪くなるみたいなことはないと思ってるから多分大丈夫かな。最近増えてきたよね、完全飯とかさ、その栄養を、それがいいことなのか分かんないけど、これさえ食べとけば栄養大丈夫だよみたいなご飯増えてきた気がする。なんだっけ、なパンもあるよね、なんとかブレッドって、あれも美味しかったな。ローソンに売ってたんだけどさ、これ食べとけば1日の栄養全部取れるよみたいなやつ。私はカッパ打ったらカッパで出てくるよ、カッて打ったらカッパで出てくるよ、ありがとう。カワラベってやつよりカッパって打ったら歯が早いもんね。カワラベで出てこないしな。ブロッコリーと卵を食ってれば割となんとかなるかそれはなんか若干貧乏飯感があるけど、でもブロッコリーも美味しいよね。茹でてマヨネーズかければめっちゃ美味しいから、ブロッコリーの丸茹でね、丸茹で。ブロッコリーもさ、茹でるだけなのに調理法もいっぱいあって面白いなって思う。素人はこうやる、プロはこうやるみたいな YouTube の料理のショーツとかも見てるんだけど、ブロッコリーの下処理もなんかね、特別なことがあるらしいよ。完全栄養食のコンプ、たまにご飯めんどい時に飲みます。コンプ、そんなのもあるんですね。完全栄養食コンプ、ほんとだ、出てきた。稲取りみたいなビジュアル。新しい食の選択肢をあなたに。人は食を通じ栄養を摂取して生きています。三大栄養素、タンパク質、炭水化物、脂質に加え、ビタミン、ミネラルを過不足なくバランスよく取ることが、健康的な生活、生命活動のための重要な要素となります。この過不足なくバランスよくというのがとても難しい。どの栄養素がどのように供給されているのか、それらを過不足なく、バランスよく摂取できるのだろうか。そもそも過不足なくバランスよくとは何なのか。残念ながら健康的な食生活を送ることは決して簡単なことではありません。おお、この一章で終わると思ったら続いてたいっぱい読むことになるからちょっとこの辺でやめておこう。へえ、飲むだけで OK なんてあるんだ。そっちの方が楽だな、もぐもぐするの大変だもんなどん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 人ならざる、人類ならざるものになっていこうとしてる。ブロッコリーもごちそう扱いになってしまっている。パソコンは変わって言ったら変わらべくまってなる。へえ、みんなたくさん打ってくれてるんだね、嬉しいな。久々のサイコパスハンバーグさんライター、炙るためだってことか。クルミトさん、よくそれをちゃんと拾い分けたな、すごいな。ライってなんだ、ライ。水溶性のビタミン以外もある程度貯蓄できるんで、ビタミン C の頻繁な摂取さえ意識すればなんとでもなるちゃなります。あー、ビタミン C こそね、キャベツでたくさん取りまくってるまであるけどね。今って何でビタミン C 取ってるかな。取ってないかもしれない、もしかしたら。それこそ昆布飲んでみようかな。ビタミン C なんてレモン食っとけばいいのではレモン食うのって意外と難しくない。カッパイカワラベクモさんのカワラベクモの配信に含まれるビタミン C はレモン3個分だぜまさかのレモンが含まれていないのに、レモン3億個分のビタミンが含まれている。レモン1つに含まれるビタミン C はレモン1個分だぜっていうミームめっちゃ好き。エクマさんの配信ですげー、見てるだけで健康になれる、その可能性がある。おー、これは料理配信の可能性が出てきたな。そうめんでも茹でるか、夏に料理配信しよう、そうめん茹でてみるっつってね。
うん、シーシーレモンね。うんうん、あとキレードレモン飲んでる時期もあった。そういえばから揚げによくついてくるレモンかけずに食べてるの。へえ、そりゃ相当レモン好きだね。そういう人いないわけじゃないから珍しいけどね。パパも一時期めちゃめちゃ酸っぱいもの食べたい時期あったな。あれどういう状態なんだろうね。なに、人類の体って結構便利にできててさ、体がこの栄養足りないって思ったらその栄養が含まれてるものを食べたくなるんだって。だカレーが食べたいなって思ってる時は体調悪い時らしいよ。諸説ありだけど。要素とビタミン C のサプリさえあれば、あとはよほど変色しなければなんとかなりそう。そうだね。要素って何に入ってるの？要素液の要素しか分かんないんだけど。じゃがいもとか。たくさん配信をするためには健康でいなければなりませんからね。要素。原子番号53番。そういうことが知りたいんじゃないんだ。何に含まれていますか？主に昆布、わかめ、海苔。へえ。わかめは味噌汁でよく摂取してるかも。よ、味噌汁飲んで、キレートレモン飲んで、あとは、まあ、完全栄養食飲んどけばいいってことか。なるほどね。その数持ってく、持ってるぜ。ところで知ってるか？レモン1個に含まれるビタミン C はレモン1個分なんだぜ。そうなのか。あれ時々3億個分とかになってるよね。じゃあ牛乳飲みたくなったらカルシウム足りてないのか。あ、そうかも、そうかも。そうなのかな。でも牛乳は牛乳で美味しいけどね。必ずしもそうとは言えないけど、その栄養が偏ってて不足してる時に、前にこのまま食べ物を食べたらその栄養めっちゃきたなって体が覚えてて、それが食べたくなるらしいよ。わかんないけどね。チョコレート食べたいときはほうれん草食べましょうって話。チョコ食べたいねん話聞いてくれやかな。チョコに含まれてる成分が食べたくなってるから代わりにほうれん草食べようってこと。でもそうだよね、食べたいものは食べたいものはそもそもチョコなんだよね。チョコが食べたくなってそれを我慢したい人は代わりにほうれん草。でもほうれん草も美味しいからね。ほうれん草もよくおひたしにして食べてた。ほうれん草のおひたしが食べたくてほうれん草を買ってきて茹でて食べてたな。うん。ちなみにほうれん草のおひたし、カッパが一番最初に作れるようになった食べ物だ。食べ物？料理。要素は確か日本人の 7% くらいしか足りてる人がいないん。へえ。妊娠女性に重要な栄養素とか言われていますが、日本人は基本足りないので摂取するといいと言われても。へー、なるほどね。あ、ちなみにカッパがなんでさっきからこんなに文字を読むのがお、なんかしどろもどろというか下手くそになってるかというと、お酒を飲むとね、カッパは目があんまりよく見えなくなるんですね。だからこう一文字一文字読まないと読めない。うん、これはね体質だから別に体が悪くなってるとかじゃないんだけど、体調が悪い時とお酒を飲んだ時視界が狭くなるのね。全体はちゃんと目が広く見えてるんだけど、その焦点がこうピンポイントでピッと合わないから1点しか見えないみたいになるので、右半分がちょっとぼやけるみたいになるから文字読むの難しくなるんだよね。だからちょっとゆっくり文字読んでるから、あの遅えなと思ったら申し訳ございません。私が尊敬する人、ご飯中にこまめに水分補給ができる人。へー、それはみんなじゃないか。カッパは本当に 人の何倍も水分取るからよく言われる。あ、エグマさんまた紙コップ2つ持ってますねって言われる。なんか立食パーティーとか行くとさ、1人でグラス2つとか持ってる。速攻でなくなるから。ウォーターサーバーがあるお家がいいですね、カッパ。やっぱりどうしてもチョコが食べたくなった時には我慢して餅食ってる。餅？どうして餅になっちゃうんだ。もう餅も美味しいけどね。
チョコ我慢したくて餅食べてても餅も結構じゃないカロリー。お茶くらい飲むやろね。お茶めちゃめちゃ飲むカッパも。こまめに飲めない。ああなるほど。まあ、始まりと終わりに 500ml くらいずつ飲めばいいんじゃないか。エタノールインエグマさん。エタノールイン。エタノールは飲めるんだっけ。エタノールって飲めないお酒じゃなかったっけ。アルコールか。飲めないアルコール。アルコール、そうさ、そう、あの何、英語の英会話でアルコールの話したんだけどさ、アルコールって英語だとアルコホールなんだってね。その発音初めて聞いてびっくりした。もうそれも先月ぐらいの話だけど、アルコール英文読んでくださいみたいな時にカッパがアルコールって言ったらアルコールって言われてホールなんだと思った。意外と日本語として使われてる英語もさ、発音全然違ったりするよね。ご飯食べてお茶があることに気づいて飲むみたいな。あー、お茶があることを忘れちゃうってこと。酔ってる。あ、カッパお酒飲んでるから酔ってるね。うん、酔っててもあんまりこう出てこない、顔が赤くなるタイプ。眠くなる、顔が赤くなる、視界が狭くなるっていう、あと腕が重くなるっていう症状が出るから、ほとんどお酒飲まないんだけどね。まあ久しぶりに雑談配信するし、お刺身食べるし、お酒飲もうかなと思って今日は飲んでる感じかな。うん。お餅はいつものじいちゃんの家で餅食ってる。あー、通年でお餅あるの？カッパも一時期通年でお餅食べてたことあるけど、あ、お餅ってさ、食べれるようにした後のさ、後始末が大変じゃない？よく餅作るとき、あ、でもオーブントースターがあるのか。そういうことかな。レンジでいつも作るんだけど、タッパーに水張ってそこにお餅入れてレンチンすると作れるんだけどさ、お餅が溶けてタッパーに張り付いてそれを洗うのが本当に大変だから、お餅作るのめんどくさくてやってないんだよな。焼いてるのか、オーブントースターで焼いてるのか、茹でてるというか、レンチンでふやかしてるのかによって、お餅の食べる楽さ変わってくるよね。お餅はうめえんだよな。まあ、どの食べ方しても美味しいからね。きなこ餅でも、蜜かけても、お砂糖でも美味しいもんね。醤油はもちろんのこと、海苔も美味しいしね。それこそ要素が取れるね。お餅、海苔巻いたらね。餅はうめえんだよな。そうだそうだ、お餅は美味しい。俺は顎の力なくて餅噛み切れないから嫌。え、お餅が噛み切れないの？え、せんべいじゃなくてお餅噛み切れないの？それはさすがに言い過ぎじゃない？機械で持ち米回してつく。佐藤の切り餅とかじゃないの？すごい、予想の斜め上を行ってくる。いつも栗本さんは。私はお肉が噛み切れない。それは油のことかな。それとも硬いお肉かな。お肉噛み切れないとき噛み切れないもんね。特にホルモンなんかいつ飲み込めばいいんやろなみたいなときあるもんね。つきたての餅美味しいんですけど、頑張ってつきすぎた結果最終的にガム食ってるみたいになってそれは単純につきすぎなんじゃないか。お餅最後についたのいつだろうな。もうなんか小学生の時とかかも。ちゃんと薄と絹でやったの。餅はバター醤油しか硬い。あー美味しいね、バター醤油。バター醤油何にしても美味しいからね。エリンギをさ買って、エリンギカッパか、キノコも好きなんです、カッパは。エリンギ買ってきて切って焼いてバター醤油炒めにして食べるっていうのね、めっちゃハマってた時にすごいやってた。でもエリンギって高いんだよね。結構いい値段するのよ。うん。一人暮らしでおやつ代わりに食べるからこその至福よね、あれはね。うん、玉の贅沢だよね、あれはね。居酒屋とかだとパンパン頼んじゃうけどさ。焼肉のタレかけて食うのもめっちゃうまい。わかるーって、焼肉のタレってすごいよね。あれかけて炒めたら何でも美味しいもんね。一人暮らし始めたての高校生とかさ、大学生がさ、最初にやる料理って、結構焼肉のタレで登場すること多くない？昔はついてた、頑張って。すごいね、栗本さん。何でもできるぜ。祖父母の家が本家だったもんで、アホみたいに親戚が集まるから大量に使されて、大量に残った餅を食わされる修行があったので、
本家とかあるんだね。カッパ親戚がいないんだけど、そもそもなんか親戚付き合いとかいうのはね、多分あったら嫌なんだろうけど若干の憧れあるよね。お母さんも一人っ子でしょ、お父さん弟いるけど独身でしょ、おしまいって感じ。他何も親戚がいない。おじさんもいなければおばさんもいないし、いとこもはとこもおらん。おじいちゃんとおばあちゃんがいるだけ。だから昔からお小遣い、みんながさ、お年玉とか親戚中から何万もらったでーって言ってる時、全然その話にも当たれなかったな、親戚がいなかったから。持ちができた後は自分たちで丸くする。へー、ペチパチね。あ、カズさんこんばんは、来てくれてありがとう。今お餅の話をしてました。いとこ少ないけど親戚はめっちゃいる。そうなんだ。なんでだろうな、カッパに親戚がいないのって。東京だからかな。東京に出てくると田舎のところから縁が切れちゃうのかな。東京出てくる前は大阪だったんだけどね。うん。あー、彼女持ちの風さんだ、いらっしゃい。みんなそこをちゃんと注目していくんだな。また戦争が始まる。仲良くしてね、本当にね。 Be friendly ということでよろしくお願いします。そう、 Don't be Jake ということですね。ギスギスしないでね。何これ、彼女コーデ固定になるの。不服そうだ、みんな不服そうだよ。風さんが東京の田舎です、23区間ですが、まあ、カッパもそんなもんですね。その中心の方にでも引っ越そうかなと思って、東京の中心の方にちょっと、全然外に出ないくせに、深夜に活動しやすいところに住みたいなと思って。この辺やっぱりさ、まあ、どこもそうなんだけど夜になったらお店閉まっちゃうから、ドンキホーテが近くにあるとこがいいなと思って、ヨドバシとルミネとドンキホーテが近くにあるとこがいいなって考えてんだけど、せや新宿駅やってなってるんだけど、新宿の物価高すぎだからちょっとね、悩んでる感じですね。勇気の撤退で都外に出るかも考えてて、引っ越しもしたいところです。来年の初めぐらいにはできたらいいな。でも回線が弱々になったらどうしようという恐怖がある。おじいちゃんとおばあちゃんが7人兄弟、すごい。今時もう3人兄弟でも珍しいのにね、7人兄弟か、すごいね。カズさんにハンバーグさんってバレてる。よく見破れたな。いや、文字のね、雰囲気で今時の人たちはちゃんと誰が誰だか分かるんだね。アイコンも違うもんだって、今になったら。最初はアイコン一緒だったけどね、前回のハンバーグさんというか HMRG さん。ハンバーグさんからハンバーグになって、今はもうチャーハンですから。チャーハンも美味しいけどね、チャーハンは卵入れた後にどうやってパラパラにするかが勝負みたいな話でさ、あの高火力で振ってパラパラにするんじゃんみたいな話があるけど、日本の一般家庭のコンロはそんなに火力が強くないから、振らずにもう直火にフライパン当て続けて固定した方がパラパラになるよって YouTube で学んだので、チャーハンを作ろうと思っている方、あんまりねフライパン揺らさない方がいいらしいですよ。もう喧嘩しないの、みんなたちは。本当にもう、そうこうしてるうちに確定がなくなりそうだ。残り2切れを食べてしまいましょう。はい、確定終了のお知らせです。ちょっとこのなんだっけ、これホタルイカしまってくるね。少々お待ちよ。ホタルイカをとキュウリの浅漬けを撤退させてくる。君たちキンキンになるんだ。明日のお昼にまた食べてあげるからな。よいしょ。来てー。
やっぱ思うんだけど、キュウリってさ、冷えてないと美味しくないね。あーペンカー、ちょっとお水、お水、ペンどこ、ペンがどっか行ってしまいました。あーよいしょ、ペンじゃない、箸だ、箸落ちたの。最悪なんですけど、箸が落ちるの最悪。うーお前、大丈夫そう？あ、大丈夫じゃない。うわあ、格的を食べてた箸が下に落ちたから、もう床がキムチまみれになってるんですけど。あー、こらこら、なーにしてるんだ。落ちていいって言ってないでしょうが。よし、オッケー。ふう、はい、戻ってまいりました。お水も美味しいね。もぐもぐエクマさんで、ね、助かる層がいます。あらあら、ありがとうございます。お米を先に卵を混ぜるとかよく聞きますけど、ほん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 、あれするとパサパサになって、あんまり好きじゃないんですよね。おー、パサパサとさ、パラパラの境目って難しいんですよね。コーヒー作ってくるからしばらく帰りません。あ、行ってらっしゃい。何でやるんだろう、ちゃんとガチのやつでやるのかな、豆から引くのかな。なんかコーヒーってさ、丸いやつで入れてるやつ美味しく感じるよね。わかる？あれなんて言うんだっけ、なんかサーマルみたいな、なんて言うんだっけな。彼女に傷つけられたくなかった、彼女を傷つけられたくなったら彼女を私にお嫁にくれ、いつも言ってるそれね。 This is a pen. This is a chopstick. This is chopsticks かもな。アンマークさん、コーヒーだってばよ。やば、やっぱ彼女持ちは違いますの。栗本さんもコーヒーぐらいそのうち飲むようになりますよ。画的な恥落ちたのか。結婚したのか、俺以外のやつと。チャラチャラパーハン、パラパラチャラチャラチャーハン、チャラチャラパーハンとパラパラチャーハン、あの、なんだっけ、熱々のご飯、ゴツゴツのアハンだ。ゴツゴツのアハンを感じるやつ。時を的にはコーヒー豆の栽培とかどうだろう、ところからそういうの憧れるよね。あのダッシュ村、今なんだっけ、ダッシュ島か。いや、ずっと見てたもん、それだけは見てた。地上波で最後まで見てた番組それかもしれない。月曜から夜更かしとマツコの知らない世界と鉄腕ダッシュだけずっと見てた。でもあまりにも社畜になりすぎてテレビ見る時間なくなってからもう見なくなっちゃったんだけど。クマさん、キュウリ栽培しないの？あー、キュウリ栽培か、ちょっと考えたよね。でも自分のお世話もできないからね、植物のお世話ができるかという問題がありますけれども、室内で育てられるんだったらね、ちょっとやってみたさはあるけどね。プチトマトとか楽しそうだもんね。家の中に緑があるだけでとは思うんだけど、まあでも今の家だとね、ちょっとこれ以上物を増やすのはどうかというところがありまして、グッズ中なんですよ、カッパは。実はお部屋はね、段ボールだらけなの、グッズで。未開封のグッズ段ボールがいっぱいあって、単純に部屋散らかってるのもあって、もう整理をしたいから、そうなってくるとちょっとな。でも引っ越した後に物が整理できてたら、ワンチャンちょっとなんか植物育てたいかもね。第一候補はキュウリになっております。よろしくお願いします。でも食べられるもの育てるのって難しそうだけど楽しそうだよね。絶対コーヒー飲むってことはイケメンでセンスいいんだろうな。風さんのハードルがどんどん上がっていく。ただいま、ふわふわなカフェラテにしました。おー、いいね。何で入れてるんだろう。デロンギとかかな。ジョーとか言ったりしてるのかな、家の中が。微糖。コーヒー飲めるの敵の中。コーヒー飲める飲めない敵になってる。あ、カッパ、そういえばさ、ビール飲めないんだよ。うん。
苦くて美味しくないと思っててね。でもめっちゃ疲れた時に唐揚げ食べて、唐揚げってビール合うって言うなと思ってさ、あのすごいちっちゃい、もう販売されてる中でも手のひらサイズのさ、めちゃめちゃちっちゃいキリンビールだったかな、あれはアサヒビールだったっけな、なんか買ってきてそれ飲んだ時は、まあ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 言わんとしてることはわかるけど、好き好んでは飲まないわと思ってたの。でもこの間ね、あの会社のイベントでお酒飲んだのね。でビールがあったから、適当に持ってっていいビールがあったから、パーティー会場みたいなところだったんだけど、あちょっとビール置いてあるから飲んでみるかと思って飲んだんだけど、美味しく感じたの。やっぱね、人類年齢が進むとね、味変わるね、味覚が。あんなに飲めなかったのにビールと思って、そのビールがいいビールだったのかわかんないけど、普通に美味しかったな。栗本さんもそのうちコーヒー飲めるようになるかもね。親戚がいらねえって言ってるのにコーヒー1ダース所長以外に送ってくるから、好きじゃなくても飲まざるを得ない生活。あ、まあありがたいことですねそれはね、うん、自分でコーヒーを買わずに済むからね。もう意図したいっていうか、積極的に飲もうと思ってたり、そういう文化がない人はなかなかコーヒー飲む機会もないからね。それを処分しなきゃという気持ちで飲むのは結構大変かもしれない。それはそれで、何の話してたん？何の話してたっけ？あ、なんかコーヒーを飲む飲まないの、ビールの話の、その前はなんかクリムトさんたちがなんかカズさんの話をしてて、カズさんのハードルがどんどん上がってくねみたいな話をしてて、そのちょっと前はカッパがお箸を置こうとして確定食べてた箸だったから床がキムチまみれになってワーキャーみたいな、そんな話をしてました。カズさんをいじるの回ですね。あ、そうだね。あのチャットはみんなそんな感じでしたね。カッパは一人で暴れてたので、あのチャットとカッパの喋ってる内容はあんま関係なかった感じでした。あー、もしコーヒー飲めるから行けし、あーしも、あ、ギャルになってる、鎖さんがギャルになってるぞ。あーしもコーヒー飲めるから行けてるギャルってわけ。コーヒー飲むってことは彼女持ちは違うんだっていう話だよ。あ、そうそうそう、コーヒー飲むっていうことは彼女持ちは違うな、やっぱりコーヒーも飲めるなんてかっこいいなっていうのをね、栗本さんが言ってたわけですね。うん、面倒って何、美味しいの、おだるがらみをしていく。みんなもそのうち彼女持ち彼氏持ちになるんだからね。憧れの証拠らしで、このいじり倒し方はね。はい、というわけで時計を見てみたらもう11時2分になっておりましたね。酔いもほどほどに回ってまいりまして、お刺身も残り3切れとなってまいりました。うん、ちょっとお刺身食べてこの配信もそろそろ終わりにしようかなと思います。結局来年の話全然あれでしたけども、まあ楽しかったので良しとしましょう。できるわけないだろ。いや、そんなことないでしょうよ、わからないよ。うん、人生何があるかわからないからこそ楽しいんですよ。そういうことだ。できるわけないなんてことはない。そういうことね。お刺身食べようね。お刺身食べる、大葉も食べる。彼氏なんていとこより早く作ったら絶対殺されるわ。でもあの風さんの彼女を奪う気合はあるんだね。彼女構ってくる。いってらっしゃい。幸せになるんだぞ。来年の話すると鬼が笑うから仕方ないね。ん？それはそういうことわざというか迷信みたいのがあるってこと？初めて聞いたかも。何かのネタだったらごめん、わかんないや。彼氏なんて程遠い生活してるわ。だってまだ小学生でしょ？小学生で彼氏できたら相当早いよ。中学でも早いのにね。今のうちはそんなこと考えないでキャッキャキャッキャしてればいいのよ。ね。大葉も食べて偉いな。なんで褒められてるんだ。大葉は美味しいからね。お刺身に入ってる大葉と妻はどっちも美味しいからね。エクマが酔ってカズさんをいじっただけ。カズさんのこといじったっけ、覚えてないな。まあでも今カズさんはね、彼女かまってるから、もうお出かけ中ですよ。今なら言いたい放題だ。次回カズさん死ぬ、死す、やめて。
城のうちネタですね。大葉うまいですよね。大葉もさ、自家栽培できるもんね。小学で枯れ株いますよ。まあいる人はいるだろうね。パーセントとしては少ないでしょうよね。まあ他人は他人、自分は自分ということですね。自分が楽しかったらそれでいいわけ。それが人生だから、周りが彼氏彼女がいたとしても、自分がいなかったとしても、それはそれで楽しく生きればいいんです。他のことでね。そうして楽しく生きていると、いつの間にか彼氏彼女ができるかもしれない。楽しく人生生きてない人と付き合いたいと思う人も少ないからね。この人といたら楽しそうだなと思ってもらうには、まず自分が楽しい人生を歩まねばならない。ということは、そういうことに悩んでる暇があったら、もっと楽しいことをたくさんやればいいんじゃないかなとカップは思います。彼女構うって口実で逃げようとしたら寝てたから、ただいまお帰り逃げようとしたけど帰ってくるんだね。カッパ的には嬉しい限り。大根を食べています。それも小4ですよ。小4でもまあまああるんじゃないかな。世の中にはね、何でもあるから。てか、もう今インターネット発達してるからさ、大人の話も子供も知ってるわけよね。そしたらそういうこともあるでしょう。まあカッパが言えるのは、足を踏み外さず健全に大人になってほしいなということだけですね。平和に幸せになってくれみんな。大根食べてない。ありがとうございます。お刺身これ正解だったな。めっちゃ美味しいし、量もめっちゃちょうどいい。最後に残っててよかった。これスーパーのお刺身って美味しいんだな。前に買ったやつが外れだったのかな。大根嫌いなの？大根も愛してあげて。窓大根さんも泣いちゃうよ。大根どこが苦手なんだろう。なんなら今生の大根食べてるけど、おでんの大根とかもダメなのかな。すいません、うまいうまい。うまいうまいはもうあれよ、な、何さんだっけ。田楽さんじゃなくて、なんだっけ、あの黄色い人。もうスパムになってる。スパムに、レントンはスパム扱いにしちゃいますよ。あ、そう、煉獄さん、煉獄さん、ありがとう。うまいうまいってさ言ってなかったっけ煉獄さん。どこら辺が嫌なの大根の。あんなに味しみしみで美味しいのにね。うまい、うまい、そう、もううまいに、うまいで決定です。ね。大根はうまい。そういうことだ。味。大根の味って辛いのがダメなのかな？普通に大根の味を感じ取る人って珍しい気がするけど。確かに味もあるけどさ、大根の味って言われた時って大体大根に染みてるものの味のを想像する人多くない？そのトップはすごいよね。その点トップはすごいよね。最後までチョコたっぷりだもん。その通りだ。クルスニックさんの言う通り、大根にも辛い部分と甘い部分があるからちゃんと調べろ。カップはどっちも好きですね。上の方も下の方も、なんなら皮まで食べるよ。これぜひ試してほしいんだけどさ、大根の皮をリンゴの皮むきみたいにさ、包丁でこうくるくるって剥くでしょ。
で、それちょっと厚めに剥くのよ。で、厚めに剥いた皮を細く、そうだな、どれくらいかな、厚さをね、厚さっていうか幅か、くるくるって剥いた大根の皮をだいたい1センチから、1センチくらいかな、1センチくらいにして、細い麺みたいな形にして、それを焼いて味付けして食べるとね、めっちゃ美味しいの。大根の皮のきんぴらめっちゃ美味しいから、ぜひ試してほしい。カズさん眠いの？寝て全然いいよ。もうだって11時10分だもんね。カッパもお酒を飲んで頭がポヤポヤしております。あと2切れ食べてお布団に入りましょうね。あ、でもちょっと LINE スタンプ進めようかな。まあ、年末は冬コミに行って年末ジャンボを買うのを忘れなかったら買って、日の出を見て LINE スタンプの続きをやって、年内に発売できたら年内にリリースして、来年の抱負は1000人突破したらいいなっていうことと、やったことない実写配信とかね、同時視聴とか、よくいろんな VTuber さんがやってることにをやってみようかなということで。あ、六一さんこんばんは。パルシェンです。そう、パルシェンを書く時間があったからパルシェンを書きました。来てくれてありがとう。お刺身をバクバク食べてお酒を飲んで、もうちょっと眠くなってきてる頃ですね。時間も時間ですけども、結構前うまいんだね。サムネありがとうね。基本的にカッパの配信で出てくるイラストは全部自分で描いてるよ。あの、見てわかるやろがいいと思うんだけど、多分わかんない人もいるから一応言っとくと、このカッパの下に並んでるのはイラスト屋さんですね。うん、8割9割は自分で描いてる。でも今週違う、来週かな、来週の水曜日かにやるガンダムエボリューションのサムネは、あの、エシさんに書いてもらったやつですね。めちゃくちゃイケメンのエクマくん、エクマくん史上最高にイケメンかもしれない。人にお願いして書いてもらったの初めてかもしれない。ちゃんとお金払ってちょっと見せちゃおうか、自慢しよう。イラスト初めてだな、人に依頼して書いてもらったの。どん、でかーい。めちゃめちゃ好きな絵描きさんがいてね、かっこよくない？ビビーン。もともと好きな人がいて、お仕事請け負ってた、受け負ってるよって言ってたから、あ、じゃあカッパのこと書いてくださいってお願いしたの。このさ、このお皿のところのさ、ちょっと金属っぽい表現めっちゃかっこいいよね。でかい、絶縁のよ。カッパさん、カズさんのお兄ちゃんって呼んでもいいです。あ、いいんじゃないか。クリオトさんの好きにしてもらって。めちゃ、おめめもかっこいいのよ。まつげバサバサエクマくんですね。ちゃんと涙袋もあって、元の今のエクマくんのさ、涙袋こんなに見つけづらいけどね、ちゃんとデザインを見てもらって涙袋も見てくれて、かっこいいというね。こちら次回のガンダムエボリューションのサムネに使わせていただきますということです。12個これくずくれちゃう。またなんかシューティング系のさ、ゲームの配信するときにお願いしようかなと思っている。めっちゃかっこいいよね。高野さんっていうね方に書いていただきました。うん、ガンエボの配信するとき概要欄にツイッターのアカウントへ載せておくので、よかったら見ていただけると思います。というわけで、ね、最後の一切れでございます。うん、この配信もこれで3時間経ちました。うん、長々とお付き合いいただいてありがとうございます。
今週も無事楽しく過ごすことができました。明日は参加型でスプラトゥーンのビッグランと、なんだっけ、ポケモンのレイド戦だ、レイド戦の参加型をやろうと思います。お時間ある方は見に来てくれると嬉しいです。何時間通していたんだ俺、鎖さんの貴重なお時間がありがとうございます。本当にカズお兄ちゃん、カズさんに弟が、弟じゃない妹ができました。うん、今日もいろんなカッパのリスナーさんたちの歴史が育まれていきましたね。ハスの子たちが元気そうでカッパは嬉しいです。ハスの子という名前もなんか別のにしようかなと思ったんだけど、自分の中で定着しきっているからこのままハスの子でもいいかなと思っている今日この頃。ふう、はい、ごちそうさまでした。全部食べた全部食べた一部冷蔵庫に格納しましたけれども、前はさ、ハスの子を買えないって言ってなかった？まあね、ちょっと言ってたんだけど、まあ、なんでかっていうと、ハスの子って日本語で書いてる最中に出てくるとさ、読みづらいかなと思って変えようかなと思ったんだけど、やっぱ聞き心地はハスの子っていいんだよねと思って、で代わりをさ、みんなに聞いたらさ、あのなんだっけ、キュウリ教団とかさ、なんだっけ、なんかちょっと怖めなやつだったから、まろやかないいのが思いついたらリクエストくれるといいかなと思います。うん、1月最初の配信までに、明けましておめでとう配信多分するから、その時までにいい案があったらそれにしよう。そのあれがなかったら、これからもみんなはハスの子ということでよろしくお願いします。はい、てなわけでご視聴ありがとうございました。ドム戦の方もチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー等々よろしくお願いいたします。さあ、最後の最後までハンバーグさんがバチバチしておりますけれども、まあそういうことでね、良い週末をお過ごしください。またねー、エンディング、いいもの食べて、いい夢見て、お風呂に入って温まって、良い朝を迎えてください。じゃあねー。Thank you.